はい、どうもはじめまして、バンプです。はい、今回はタギラ巡回検証行きたいと思います。はい、タギラとは何ぞやということなんですけど、ファクトリーというマップのボスになります。今、分け率の方が 26% です。これはね、日が経つにつれてどんどんパーセンテージが増えていきます。今 26% なのでかなり確率で出会えるのかなと思います。海中何個ね、これレベル6アーマーだったり、このレベル4のアーマーなのかっていうのをちょっと見ていきたいのもあるし、まあ、タギラからね、カードキーどのぐらい出るのかっていうのもね、調べていけたらなと思います。はいよ、そしたら行きますか。まあ、簡単にね、タギラの借り方紹介できたらなと思います。高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。はい、ということで、ね、今、オフラインでファクトリーに来ました。ボスは気にしてるので、ボスがいると思います。で、基本的に、その、タギラの簡単な借り方があって、回復してる時に詰めるっていうのが、簡単な借り方になってます。で、ファクトリーに来た時に、グレネードかフラッシュパン持って、はい、この場所、斜めにフェンスになってる、この場所から、真ん中に向けて、グレネードを投げると、あーぶー。奥までいかんかった。もう一回投げます。奥まで行った。ここ投げると、基本的にタギラが鳴きますんで、どこにタギラがいるかっていうのがわかります。で、オフラインだとちょっとね、脇が遅いんで、まだ湧いてない可能性もありますね。まあ、どこかしらおるのかな。で、タギラの、結構ね、わかりやすいのは、近接で殴ってくるんですよ、ハンマー。それがね、チャンス。殴られたらね、ワンパンしたり、二パンで死んだりするんですけど、やべえ、目の前来た。まあ、これがボスです。まあ、こんな感じで。え?なんか違うなと思ったら、これ被ってることあんの?初めて知りました。え、これ被ってる時があるっぽいです。だから弱かったっぽい。いた。まあ、こんな感じで、まあ、レベル6アーマーだったり、まあ、ゴリラの面してない時なんだんだ。僕初めてっすわ。まあ、ね、AKS74U だったり、ショットガン持ってたりします。で、ショットガン持ってる時のタギラが一番弱いかな。で、これが中盤ぐらいの強さ。まあ普通デフォルト。AKS74UN の方が多いかな。これ大体 BT なんすよ。たまに、BS の60連詰めてるタギラがいたりするんで気をつけてください。で、今回ね、簡単な借り方パッて消化できなかったのがめっちゃ弱かったからごめん。なんすけど、まあ基本的にちょっとダメージ与えて、引きながらって戦ったらめっちゃ簡単っすね。で、回復巻き始めたら撃つ、みたいな。そういう感じでね、買っていただければ簡単に、タギラ枯れると思います。それでは、10回検証いきたいと思います。レッド。とりあえず1回目のタギラ。やっと湧いてたね。14レイド目。中見て。え、これ中身さ、漁った感じ?もう。ポケットってなんか何も入ってないんだっけ、タギラって。ここか。あ、出なかった、カードキー。BT。まあ、今回ゴリラのレベル6アーマーだね。武器がこれ。いつも通りのタギラって感じのやつだね、AKS の。めっちゃ足打つよー !OK、これじゃあ、ありがてえ。ちょっとこれ見るわ、一旦。あざす。レベル4アーマーだね。アキマさんどうも。Thank you。 2匹目、2レイド連続だ。14、15と来ました。なんかカードキー持ってんちゃう?こんな感じ。持ってないわな。まあ、いや、タギラ見ていきますと。3体目かな ?3 体目のタギラが、レベル6アーマーだね。なかなか良き。さあ、カードキーは出るのかどうか。F1。え、カードキーある時ってどこにあるんだっけ?ポケット何も入って、ここら辺にカードキーあるのか?で、多分 BT だよね。BT テスト。ってことで、まあ、同じだね。ほぼアーマーが違うぐらいか。マジか、タギラ、え、2回目?もう、いや、突っ込め!戦え!おぉ !BT! おぉ、やばい!いけるか?グレ投げるよ、グレ投げるよ。おいよ。な、グレ投げた、あいつ。気をつけて、グレあるよ。あ、倒したんだ。オッケー、ナイス、ナイス、ナイス。天気。じゃあ、漁っていくよ。4回目。おぉ、レベル6アーマー。なかなかいいんじゃん。わ、カードキーなさそうだね。これ、グレ投げて1個投げてるから。急に来るね。ポケットは何も入ってないか。オッケー、こんな感じ。同じだね、基本的に。うっ、おっ、ぶね。
久しぶりのあれだ。やば、待って待って、やば、ごめん。足打て、オッケーオッケーオッケー。ナイスナイスナイス。周り見てくれ。中身見るわ。よっしゃ、5回目。うわ、レベル5アーマー。いいね。あ、レベル6アーマーだ。何言ってんねん。え、これあるんじゃない？マジカードキー。ないです。え、待って、あるある。ある、待って、ある、ある、ガチである。グレ、危な。グレ、危な。うん、サンマル、サンマルさん。舐めとんか、サンマルさん。これ、誰が倒したのこれ。ちょ、グレだけもらうか。あげるよ、これ。俺、いらないわ。さあ、じゃあ、何回目かわかんないけど、タギラ湧いてたっぽい。6回目？ごめん、6回目か7回目かわかんないけど、28レイド目めっちゃ合うね、今連続で。めっちゃ静かなタギラだった。あ、エルワン持ってる。やっぱ、タギラエルワン持ってるよ。はい、クソー。外れタギラだね。おるおるおる。おるぞ。おい、キル、キル取りたい。いけ。突っ込め、突っ込め。やっと来た。56レイド目。あ、召された、召された。ちょっと待って。あ、君ら？いけ、アレラギ。いけ。いけ、いける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 、君ならいける、お、死にかけ、死にかけ。いけるぞ。いける。あれだけ、いける。ナイス、アレルギー。ということ。さあ、7匹目かな ?7 体目、56レイド目に出た。なんでさ、2人とも死ぬの？キルしたい2人が先に。何してんだよ。負けるなよ。あの2人のためになんか、やる気満々に突っ込んでいったけど、負けやがったぞ。あ、いいよ、これレベル6アーマー。あ、危ない危ない。これ、アリラギ、アリラギ倒した、これ。あ、オッケー、じゃあ、持ってきて、持ってきて、全部。タキラちゃう？タキラ、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 タキラ。やった？ナイス、ナイス、ナイス、ナイス。やっといて、70レイド目。え、キル？8体目かな？うわ、サイが一番弱い、タキラ。え、また、ルードゴリラやられたの？カードキー来い、カードキー来い、L1？うわぁ、セリンか。あ、待って、あるあるある、マジである、マジある。え、待って、マジであるよ。ないわ。うわ、214の鍵や。当たりやで、これ。8体目かな、8体目。何の音？いる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 。ヌードゴリさん。いる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 。決めろよ。それ前言ってるの、いるいる、入れ替わってる。あなたたち入れ替わってるわ。どこ行った？いるいるいる。そっちへ、俺が、もう、来る、ま、ここ見てる。あ、危ない。散るぞ。倒した倒したな、後ろ来てる、後ろ来てる、後ろ来てる、スカブ。な、後ろ、後ろ、後ろ来てる。あれ、まず死んでんねん、誰か。ちょっと。オッケー、じゃあ見ていこうか。レベル6アーマー。お、これあれだ。とりあえず、9回目か、9回目。お、これを初めてなんだ、こっち側の。BS だね、これ。よしよし。あ、BS か、これ BT だもん。うるさいな、後ろ。おぉ、おぉ、おぉ、おぉ。BT だね。誰倒した？え、待って、ラストタギラ、ラストタギラ。俺がぶっ殺す、俺がぶっ殺す。お、絶対俺がぶっ殺してやるからな。どこ行った？え、どこ行った？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 カドちゃん。え、どこ行った？どこ行った？あ、待てよ、そっちそっちそっち。目の前死んだ。あ、待って、めっちゃ、みんな死ぬ、みんな死ぬ。やばい、やばい、めっちゃ、ちょっと待って。ナイス。ナイス。最後10体目、10体目。それは誠か、もうさ。10体目の。あ、危な。え、これ、BS じゃないよ、BT だよ。なんも持ってないね、タギラ。あの時あんま持ってることないの。あ、それ。死者。死者多数。はい、いかがだったでしょうか。タギラ10回検証なんですけども、レベル6のアーマーを着てる時が8回あって、
て、レベル4のアーマー着てるときは2回でした。あとは、ショットガン持ってるときは2回。で、AKS-74UN を持ってるときが、6回だったかな ?6、いや、7回か。7回それで、で、1回だけ RPK でした。RPK 持ってるときは BS 弾なんで、かなり美味しいのかなというイメージです。まあ、武器によって、タギラの強さ異なってきますんで、まあ、ショットガンなら、マジで弱いです。で、RPK の BS 弾のときは、マジで気をつけてって感じです。皆さんもね、タギラ狩り行ってみてはいかがでしょうか。で、ボス検証、これね、全ボスやっていきますんで、ぜひともチャンネル登録と高評価、よろしくお願いいたします。あとはコメントでね、こういう他のね、検証ありましたら、ぜひともね、ご報いただければ、僕やると思いますんで、よろしくお願いいたします。それでは、また次のボス検証で会いましょう。じゃあねー。絶滅危惧種のバンプのチャンネル登録&コメント高評価お願いします。これからも絶滅危惧種のバンプチャンネル登録よろしく。絶滅危惧種のバンプコメントもよろしく。絶滅危惧種のバンプ高評価もよろしく。絶滅危惧種のバンプはい、どうもじゃあ、シェーバンプです。今回は、リシャーラ10回検証行きたいと思います。はい、リシャーラというね、ボスは、カスタムというところのボスになっています。脇場所としては、真剣と3階寮。まあ、2階寮の方にね、いたりするんですけど、あ、いたりもします。はい。まあ、寮全体。あとは、シンガスに、このね、3箇所にいます。ね、ボスの中で一番雑魚と言われている、ボスになってます。はい。まあ、取り巻きはね、普通に強いんですけど、ボス本体はめっちゃ弱いっす。で、取り巻きは基本的に4体。確定で4体のね。他のね、ボスと違って、なんか3体とかで4体みたいな。不確定とかじゃなくて、4体確定で言います。なんで4体倒してからボスをやる。まあ、ボスはマジスカブより弱いんじゃないかっていうぐらい弱いね。まあ、こんな感じです。で、アーマーとか、護衛のアーマーとかめちゃくちゃ良かったり、弾とか強かったりするんで、倒したら美味しいと思います。で、リシャーラからね、カードキー出る報告あんまり聞かないんで、出にくいのかなというイメージです。一応ね、出たという人はね、聞いたことあるんで、まあ、でもほぼ出ないと思っていいかもしれない。もうそんぐらいね、もう聞かない。リシャーラからカードキーが出ましたっていうのは。まあ出ないんかもしれん。まあ、出たことある人はぜひともね、コメントを残していただければと思います。で、簡単にオフラインでちょっとカルドが、この後見せると思いますんで、その後に10回検証できたらなと思います。その前に高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。それではオフライン行きましょう。レッツゴー。はい、ということでカスタムのオフラインにやってまいりました。ちょっと僕は、ボス明かしたんで多分湧いてると思います。どこにいんだろうね。とりあえず今ね、湧いたところから近い、シンガスから見ていきたいと思います。基本的にね、こんな感じでグレーをね、いっぱい持っとけば、ボスは枯れます。この辺からちょっと投げますか。グレネードね、この辺から投げると、泣かないね。オッケー。泣かないんで、ボスは開いてないですね。じゃあ、今回ね、その真剣、向こう側にある真剣か、その3階寮、どっちかになると思います。ちょっとね、そっちの方まで向かいたいと思います。で、3階寮、に湧いてるリシャーラが一番狩りやすいイメージです。その次はね、そのシンガス。さっきグレネード投げた場所。で、一番難しいのは、真剣に湧いてるリシャーラが一番強いのかなというイメージです。結構ね、遠距離からでも撃ってきますし。え？ああ、スナスカか。びっくりした。何撃たれてんの？で、リシャーラなんですけど、これね、建物の中にいる時もあるし、外側にいる時もあるんで、気をつけてください。外側いる時ね、この辺にいるかな。この、ここに直線並んでる。ここにザザザザザーって全員並んでる時あるから、気をつけて。基本的にね、ここの2階のドア開けて、2階の奥にいることが多い。いるんじゃないこれ。とりあえず今、リシャーラが死んだかな。なんか、ああ。リシャーラかなんか死んだんじゃないかな。え、このね。でも泣かないんだよな。
おの湯。めっちゃめっちゃめっちゃいた。全然泣かないだけであって、いました。びっくりした、今。すごくびっくりしましたわ。で、基本的にここね、グレネード投げとけば、やれるんで。なんか後ろ泣いとく。まあ、こんな感じでね、この新、3階にいるときが一番楽なんで、借りやすいと思います。で、このね、左とか入れたりするんで、気をつけてください。で、階段付近、いない。で、とりあえずね、鳥居巻ちゃんが、まあ、こんな感じで、1体目。4体倒せたら、終わりだね。鳥居巻は終わり。2体目。まあ、2体しか見てないな。で、リシャールが最初にやったやつですね。で、ここの、扉の、左側。ここにいたりするんで、しっかり見ておきましょう。あれ今回いなくね？で、絶対4体湧いてるんで、まあ、とりあえずね、西原の中見ましょう。大丈夫。とりあえずね、ゴールデン TT、これタスク納品なんでね、なるべく皆さん持って帰るようにしましょう。タスク出てなくても、まあ、持って帰ってればいつ出た時にね、クリアすることができます。基本的にね、その AK 持ってる時だったり、おなんか、まだ2体しかいないけど、どこかしらにいます。これね、3階の方にいるのかな？こっちのね、奥にいたり、1回ぐらい投げて確認しますね。このね、3階の、この奥に行ってたり、あと、リシャーラがなかなか見つからないなっていう時、この扉の中、ここのトイレの奥に隠れてたりしますんで、気をつけてください。ここら辺のね、角とかこんな感じでシャワールームの方にいたりするから、あれ、リシャールなんかいないなって時は、ちょっとここ見てみてください。で、今回ちょっと、1階にいるっぽいねー。びっくりした。プラすぎんだろう。で、2体取り巻きがいないんで、いない時は、この、やべ、これ。よっしゃ。ダメだったか。このね、奥に、1階の奥にいる可能性もあるんで、しっかりね、1階の奥まで投げてあげましょう。これスカブだね。浮いてんだけど。何これ？なんか浮いてんだけど。あ、バグって。バグってるほら。なんか浮いてる。なんか浮いてる。で、ここまで一緒でいないときはね、扉の中にいたりする。あ、いないね。このね、奥側にたまにいたりします。あれ、バグってんのかな？なんかね、もう2体いないっすわ。いないっすね。いないっす。はい。見つけれない。これ、つかぶだもんね。扉開いてないもんね。どっか行った。で、3階の奥、マークの手前もたまにいたりするから、ちょっとそっち見てみますわ。でも泣いてないからね。この中にね、いたりしますんで気をつけてください。え、どこにいんだ？ちょっとこれ今。お？うわぁ！死にました。死にました。まあ、こんな感じで奥にいる時もあるっぽいね。ここはタルコフ人生で初めていました。あそこに。なんで、まあ、オフラインだからちょっと挙動がおかしいのか、オンラインではあそこにいたことがないんで、まあ、いなかったら3階のどこかの部屋にいるっていう感じで大丈夫です。はい。こんな感じで急にいたりしますんで気をつけてください。はい。それでは、オンラインで検証いきましょう。レッツゴー。まあ、詰めるか。あ、上上がってた。2階おるわ。ブレ尽きてんだよねー。今2階いるわ。プレイヤーやられてるっぽいよ、これ。うん。一匹やってる、それ。上上がってる、2階上がってる。うぅー！ブルボーった！うわ、うまっ！
ケー。じゃあ、見てみるか。出されてなさそうなら。オッケー、じゃあ、1回目のリシャ。俺は死んじまった。真剣。いや、リシャからカード聞いて出るん。ビットコイン出た。ナイスー。オッケー、終わり。1回目は死亡しました。やべ、これ、リシャ湧いてるわ。やっべ、リシャ湧いてる。リシャだ、リシャだ。後ろジャンプしてんの誰これ。裏、裏。リシャ湧いてる。オッケー。ハロー、キツネさん。じゃあ、リシャだったんかな。はい、最弱ボス。これ。以上以上終わり。あ、見ていくか。うわ、うわ、ゴールデンじゃないわ。スナスカスナスカ。気をつけて。ビットコインであれ。2回目だね、これ。だいたい羽衣持ってるから。ウォーメイジの時あんだ。サングラスどっちがいいな。取り巻き見るか。アルティンではない。ウォーチャー。ブヤももらうか。回復もらっとこう。まあ、こんなもんか。うわ、ディフェンダーじゃん。うまっ。うわ、欲しい。ディフェンダーいいな、これ。え、アルティンじゃん。アルティンの側じゃん。ラッキー。まだいたよな、どっか。そっちの裏か。あともう一体、取り巻きおらんぞ。4体おるはずやで。BT。It's going. あ、奥側にいいんだ、これ。こっち側じゃないんだ。あ、反対側いいんだ。ちょっかいやりとくわ。あんますぐ出ないようにね。そっかに入れとくから。ナイス。いいよ。ウィッチ。あ、待って、そんなことある？あ、ごめん、死にました。いいよ。まず、リシャから。行こう。3回目のリシャだね。ゴールデン TT ではない。ビットコインかもしれない、ビットコインかも。こいつからカードキー出た人いんのかよ、マジ。オッケー。じゃあ、取り巻きちょっとパパって見ていこう。取り巻き。装備系統だけ、パパッと。なんであんなとこめっちゃいんだよ。AVS ね。うん。おい。おい。カバンの中、カバン持ってるとき、カバンの中だけ。ちょっとあさとしです。ワンちゃんなんか持ってるときあるんで。ああ、水か。オッケー。というのもこんなもんっす。真剣、オッケー。真剣、リシャ？右いるね、これ、右いるわ。あー、グリーントレーサー、硬いわー。本当に硬いわー。あっちいる、あっちいる、あっちいる、リシャ、リシャ、リシャおった、リシャおった。オッケー、見つけた、俺はリシャ。それ、リシャやな。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。じゃあ、リシャ4回目やね。周り、警戒して。二人しか俺、取り巻き倒してないよ。オッケー、リシャら、ゴールデンティティ。ナイス。4回目だ。オッケー、リシャらもね、終わらしていくんだから。はい、ザコー。とりあえずザコだね。ゴールデンティティがありましたよ、と。まあね、リシャらはね、取り巻きの方がうまいんで、取り巻きちょっと見ていきましょう。え、これどこにいる？取り巻き。あと2体いるくね？なんか来てるよ、後ろ。味方？オッケーオッケーオッケー。さあ、これ俺が倒した硬かったやつね。うん、硬かったやつ、この、見てよ。カバンの中とかでいっか、見るのは。特にいいもん持ってないもんな。
ウォーチャー。ファクトリーキーいいんじゃない？ファクトリーキー結構美味しいんじゃない？ BT、オッケー。お、こいつファクトリーキー持ってるぞ。さあ、こいつの、俺最初やったやつだね。設定金時にやった。オッケー。SP8。SP8 持ってる。もらっとくわ、これヒップホッパー。7ミリ。T45M。ここにおったんや。オッケー。あともう一体いないね。バトルスブラックロックと、このバイザー付きのやつね。アルティン被ってるやつ、出会いたいね。まあ、BT か。アルティンくん全然やな。グレもらってまーす。ちょっと。よし、3万5000もらっとこう。よし。あー、これ横にいたんや。ナイスナイスナイス。あーだ。ハゴロっぽいね。ハゴロ A1 なんじゃない？おー、ハゴロだ。いいね。え、グレー、グレー。よし。あ、いるね。オッケーオッケーオッケー。なんかいるぞ、すごい横。お前目の取る、目の取る。ああ。死んでる、死んでる、死んでる。プレイヤーだ、プレイヤーだ、これは。医者やった？何人死んでるこれ。これ1。じゃあ5だね。とりあえず、こっちね。オッケー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 。もうマジ雑魚だな。2連続リシャーラ。5回目のリシャーラちゃん行きましょう。ゴールデン TT。ふぅ。さっきと同じやん。こいつマジたまにビットコイン持ってるからな。まあ見ていきますか。ズッシュちゃん。幅の中はウォーター多いね。ウォーチャー。グレー欲しい。ああ、グレーじゃなかった。で、これ6倍。さっきと同じアダー。すごっ。なんか見覚えのあるアダーやな、これ。グレーだけ。これも、募集。で、ハゴロ A1 でしょ、どうせ。うおー、多めいし。よし、もらおう。リシャ。6回目かな。6回目のリシャーラー。MP5。ガス。え、これ、ガソリンスタンダードですか？ルーフ。はい、オッケー。とりあえず、あとは？なんかある？え、あれは？取り巻きたち、パッと見える？見れなそう。な、いっぱい死んでんな。とんでもねえな、そこ。あ、同じ感じだね。基本的に。カバン見て。カバンない？カバン。BT 多いね。で、グレー回復とか。忘れてないわ。じゃ、見るわ。え？なんでこんなとこいんの？めちゃくちゃ外れにいるじゃん。もういいよ。見ていくか。7回目だっけ？ 7 回目だね。久しぶりに見たね。これ AK102 の時はさ、ホームエイシ。ゴールデン TT 当たりだね。ちょっと邪魔や。俺これ撮るんだからもうこれ。これは録画。これサムネにすんだから、このリシャーラの時。よし。いいやん。これ邪魔やお前ら。離れろ、11回。離れろお前ら。お前だ、お前。銃が映ってんだよ。おい、ライトいらん。ライト俺が編集で調整できるから。あ、映ってるわ。心霊写真。サムネにすんだからもうこれ。ソファー座ってる。よし、オッケー。とりあえず取り分けていくか。BT。丸メガネもらおう。え、グレでやったのこれ。全部。グレもらおう。1万ルーブル。よし。なんか刺さってるわ、頭。あ、リシャ湧いてる、リシャ湧いてるわ。リシャ湧いてる。頭から刺さってるもん、これ。これリシャの取り巻きだよな、これ。リシャの取り巻き。どっかおるぞ、リシャ。どっかおる。あ、あ。無理。こうだ。うわ、おる。上がってた。いた？いける？グレ、グレ、グレ、グレ使う、グレ。
ナイスー。いえええプレイヤーだ。え、プレイヤープレイヤープレイヤー妹ってた。え、味方じゃないそれ。2回プレイヤーいるわ。え、プレイじゃない。え、プレイじゃない。ごめんごめんごめん。プレイじゃない。プレイヤーみたいな動きしてる護衛。全然違う。プレイヤーみたいな動きしてる護衛でした。はい、行くよー。いいよいいよいいよ。はい、自社ら、8回目ですかね。これ、今回8回目。ゴールデン TT 持ってます。いいんじゃないですか。さあ、ゴールデン TT 中身は何か持ってますかね。ね。ビットコイン。あー、ずれー。オッケー。ちょっと取り巻き見ていこう。取り巻き。それ取り巻きやな。少し死んでるな。そう、下、頭刺さってるやつ持ったから。あー、そいつは刺さってないな。まあ、そいつやな。まあ、特にだね。まあ、変わらずって感じか。見ていくか。9回目か。9回目。何も持ってない。ゴールデン TT は持ってるか。やっぱウォーター持ってること多いね。見たことないヘルメットある。これもらおう。BT。同じだね、この辺。うわ、え!6B43 なんだけど。えぐっ。お、6B43 だぞ、お前。えぐっ、えぐっ。当たりじゃん。6B43、グレー、全部ひったくっていく、グレー系は。こいつ 6B43 だ。あ、しかもディフェンダーだ。うまっ。でも首ないんだよな、今回こいつ。え、バカうまいじゃん。ウォーター。基本的にカバンの中ウォーターだ。コーヒーないやろ、6B43。あ、これか、新しい。まあ、こんな感じか。ひにくでーす。やべ、グレミスった。あ、見せてなかった。え、あれさ。え、めっちゃグレで飛んでね。あ、誰誰、奥におったわ、まだ。いや、いや、なんも見えん。なんも見えしない。おい。オッケー。最初のクレイで多分飛ん、え、クルー MDR だ。え、当たりじゃね?おい、お前、そんなものを持ってる時あんのか、お前。ギシャーラ最後10回目。当たりだろ、これ。よっしゃ。歌舞伎か。あ、なるほどね。こういうの持ってるときなんだ。さっき一応、6B43 おったから、まあ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 、こんなもんなんじゃない?いいや。ゴールデン TT じゃなかった。はい。ということで、いかがだったでしょうか。リシャーラのね、持ち物なんですけど、ゴールデン TT を持ってたのは、10回中8回持ってました。これね、タスクで必要になるんで、これで沼ってる人もいると思いますけど、基本的にゴールデン TT 持ってますんで、安心して買ってください。なかなか出ないよって方は、すごい確率で TT を引いてないから、運がいいと思う。うん。運がいいですよ。よー!ということで、この動画良かったら高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それではまた別の動画で会いましょう。じゃあねー。絶滅危惧種のバンプーのチャンネル登録&コメント高評価お願いします。これからも。ナイス。ラスト10回目だね。あ、これか、え、オールオール。はい、どうもじゃんしー、バンプです。今回はシューターマン10回検証いきたいと思います。シューターマンとは、ウッズのボスで、弱いんだけど強い。なんて言えばいいんだろう。まあ、弱いんだけど、マジで強いのよ。
まあね、その理由としては、まあ、広がったとこ、まあ、ウッズの伐採場っていう真ん中の場所にボスが湧くんですけど、なんだろうね、弱いんだけど強いの。これね、多分みんなわかると思う。わかってる人はわかってる。弱いんだけど強いの。で、なんか取り巻きが2体います。取り巻き2体とボス1体、計3体って感じで、君臨しております。伐採のどっかにいます。で、いるときはね、SVDS の音、3連撃聞こえます。ターンターンターンだったり、そういうのをプレイヤーに向かって撃つんで、ウッズ走ってたら、ターンターンターンって聞こえたら、あ、ボス湧いてるんだなってことが分かりやすいボスになってます。弱いけど強いって言った理由があって、その、ウッズって結構広いじゃないですか。一定の距離を空けて撃つと、めっちゃ簡単に枯れるんですよ。あとはね、こっちに、期待してない時、なんか見られてる時に出ると、まあ、どのボスも一緒で強いけど、ガチで、その、視認されてる時に出ると、一瞬で殺されるんですよ。三連撃が一瞬で胴体に入って死ぬみたいな感じで、まあ、グレでね、投げながら詰めたらめっちゃ簡単なんですけど、そういうあれなんだよね。死ぬ時は死ぬみたいな。で、パーティーで詰めたらめちゃくちゃ弱いボスになってます。だから、狩られるのもね、一瞬で、競争率の高いボスになってます。で、まあ、シュターマンのね、体力は、だいたいね、812で、かなりね、体力少ないボスになってます。頭もね、62なんで、大体のね、武器で頭抜けると思います。スナイパーで抜く場合はね、M80 とかでも頭一発で倒せます。取り巻きはね、740。で、結構少なめの体力になってます。まあこんな感じ。まあ今回これ10回検証頑張っていきましょう。今回ね、オフラインで紹介なしでもうオンラインで10回やってるところお見せできたらなと思います。その前に高評価とチャンネル登録やっていただけるとモチベーション向上になりますんで、ぜひよろしくお願いします。それではやっていきましょう。いる！シュターおるぞ！さあ1回目のシュター、どこら辺？どこで泣いてんだ？え、もう、もう処された？よし。三連席越えて、車のとこいなかった？え？マジ？処されてる！待って、流れるように処されてる。流れるように処されてる。まあ、さ、一回目行こうか、シュター。まあ、カバンの中を見て、あ、このカバンの時ね、何も入ってない。このカバンの時ダメなんだよね、もう。まあ、SNB とかかな。シュタッキー、とりあえずシュタッキーと。DS7N1、いいね。7N1売れるからな。まあ、こんな感じと。前それでグリーンだった。そうだね、前グリーンだったね、これで。シュターマンの顔なんか、ハリボテなんだよね。ああ、目の前で落ちてった。シュタが。シュタが下ってったぜ。2回目のシュタ行きましょう。一人で犠牲者出るっぽい。あ、雑貨コーナーだ。あるか？雑貨コーナー。あとはシュタキーって感じか。PS、また7位の1だね。なるほど。なるほどです。え、こっちのさ、こっちたまに強い時あるよね。まあ、PS か。だいたい雑魚か。オッケー、シュタいるって。3回目のシュタ、枯れるか。どの辺にいんだろう。枯れたっぽい。見かせた。ダーボーター。シュタキルあるからな、俺。味方が勝ったっぽいっすよ。勝ったっぽい？もう。ああ、勝ったっぽいっすけど、わからないっすよ。なんか、見てる。早いなぁ。え、シュターマジパーティーできたら、誰？生きてる！え？生きてる！目の前で今、え？びっくりした、今。茂みの中にいたってこと？今ね、編集の時に気づいて、今後付けで声取ってるんですけど、今覗く。今映った足のやつ。はい。足映った。あれね、目の前ウーチョロしてるやつ。今右のテクテクしてる。あれね、シュターマンだった。びっくりだよね。で、今ここで気づいて撃ったみたいな。で、茂みの中だったんかみたいなことを言ってます。目の前テクテクしました。謎。あ、びっくりした、今生きてた。
さあ、行くか、3回目の、シュターマン。カバンの中。このカバンの中から、カードキー出ない気がする。オラミー！ユーセック2とユーセック隠し倉庫の鍵だね。いたんだ！あ、やばいやばいやばい。殴ってるよ。取り巻けるよ、まだ。俺は漁り続ける。危ない。え、PS。いるど、危ない！白倉庫、白倉庫。白倉庫？イエーおい、しょっこい。よっこいしょー。シュターマンどこ？あ、見っけ。あれ、シュターか？ん？うわ、16倍とかでくれよかったなぁ。うん、取ってない。取り巻き右と左だね。丸太後ろと。あ、シュタ、狩られた取られた、シュタプレイヤーに取られた。えヘッショ一発じゃ倒せんかった。あ、じゃあ、シュタじゃなかったんだ。俺倒したの。こっちなんだ。ラグ、めっちゃラグい。サーバーやばいわ。もう、あ、いきます、いきます。おい、一応、じゃあ、なんか4回目だっけ、これ。ね、4回目だね。まあ、ポッケの中はいつも同じだから、これ、こん中やね、目的は。あー、カードキーないわ。オッケー、こんな感じ。SNB、PS。7N1 ばっかだね。これを見とくか、一応。PS。え、めっちゃラグいわ、これ、今回。あー、ポテタいけ！よっしゃー！突っ込め、ポテタ！そうまあ、俺、近接じゃないから突っ込む。え、そんなダサいことある？自分のグレー投げて、そんな変なことせんでくれよ、ポテタ、もう。芸人魂がもう、とんでもないわ。自分で投げたグレーで当たりに行くとかもう、やめてよ！そんなことするのやめてよ！ネタすぎるやん。ちょい。何してんねん、ほんま。あ、あ、ちょっと。あの辺か？どこおるん？マジでわかんねえよ。どの辺どの辺？ちょ待てよ。ちょっと待てよ。コメント今拾えないからね。泣いたよな、今。え、この辺か？目つぶれた。あ、死んでる？死んでる、死んでる、した。おい、どっか狙ってんだ、プレイヤー。倒した？絶対倒してないもんな。や、上、山上か？え！目の前で死にました。どうだ？どっか狙われた。どっか狙われた。ちょっと。いやー、スモーク持ってくれよかった、こうなったら。はい。7N40。はい！逃げまーす！ごっつんでーす！おーほーほーまあいいや、6回目行こうか。すせれねえよ、ここ。さあ、6回目。カードキー出るんじゃないかな。さすがに。周りで。ああ、さすがにないか。お、SNB、当たりじゃん、今回。で、PS か。まあ、こんな感じです。よいっす。ダブで、これが取り巻きでしょ ?M1A。うわ、すご。1、8倍ついてる。え？あ、シュタいる！え、今の死。はぁ？なんで今の死なんの？え、俺が倒したわけじゃないわ。
え、ちょっとし忘れた。まあ、シューター行くか。カバンの中から。うわぁ、ないか。雑貨だった。これ雑貨の時ないんだよな。電話機の途中転がってたしな。SNB。RR 持ってないね。いるやん。いるやん、いるやん、いるやん、いるやん。どこの辺いんの？取り巻きやり？取り巻きやり？あ、いた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 。強っ！え？今のあの、隙間で撃ってきたってこと？あ、これ今カスカス言ってるやつか。あ、いるわ。いや、一番わからん。あ、死んだ。あ、死んだ。いや、あの裏におるの、もう、無理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 。その裏をのきつ。どうしよう。もう一回ぐらい投げていくか。あ、撃たれてる撃たれてる。ナイスナイス。行くぜ！やったー！バイバイ、頼むぜ。オッケー、取り巻き終わり。8回目。な、めっちゃ元気してるね。弾何持ってるあんた。いいね、PS。さあ言ってる。プレイやられたのかな？あ、取り巻きを見るか。あ、僕は取り巻き弱くて助かったわ。いや、パンパンですわ。いいね、チーフォン。ワッフ。あ、カバン、カバン持ってくれよかった。いいね。SA！ いいんじゃない？ SA の欲しくない？ワッフ欲しくない？えい。取り巻きいる、取り巻きいる。危ない危ない。ここに一人行ってくんの？死んだくね、今。味方が死んだぞ。振り巻き見えた、今。やば。ゼロに合ってなかったわ。茂みの中になんかいるわ、あれ。フラッシュ投げる。え？目の前でシュターマン崩れ落ちてった。目の前で今、あ、足一発死んだ。多分グレネードかなんかで当たってたんかなぁ。奥になんかいるぞ。振り巻きかな、あれ。振り巻きかな。まあ、いいや、見ていこう。9回目。ショック死した。あ、なんもない。あ、撃たれてね、俺。シャキ開けてやろう。 SNB あたり PS。 あ、そう、周りがすごい。めっちゃ撃たれてる、めっちゃ撃たれてる、周り。怖すぎ。あ、怖い怖い怖い、撃たれてる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 。うわ、怖い怖い。あ、いた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 。3連前。あ、角度見えねえ。ごめん、見えねえ見えねえ。角度が見えねえ。うわぁ、見えねえ。ごめん、茂みにいるわ。あれ、あんま近づけねえ。あざーす、終わった。邪魔。ほぉー。Thank you, thank you. フラッシュ入ってたわ。いやー、前回のあの、1秒のあれは。ナイス。ラスト10回目だね。あ、これか、え、オールオール。
あるだ。やったー、最後の10回目にふさわしい。あるあるじゃん。で、下キーからも出していこう。めっちゃ打ってるな、この、振り向き。振り向き、こいつ。やったー。で、これもらって、あ、なんか誰か撃たれてる？なんか撃たれてん？どうして？なんか撃たれてね？なんか撃たれて、撃たれてないのか？なんか撃たれてるよ、撃たれてる。ちょ、待って、撃たれてるけど、止まれねえ。俺頭死にます、今から。見るよ、俺は。俺はあるあるを見るよ。俺はあるある見るよ。やった、ナイス。はい、ということで、シュターマン10回現象いかがだったでしょうか？これでね、全ボス10回現象が終わりました。で、あとはね、まあ、ボスか、カルトが残ってんですけど、あれはボスですか？はい。もう最後まで動画を見てくれてる人に聞きます。これコメントに残してください。カルトはボスですか？ボスじゃないよね？10回現象いらないよね？まあ、ちなみに2回終わってんですけどね。あと8回やるとしたら。やるとしたらね。やるとしたらだから。まあまあ、シュターマンは今日こんな感じで、こうね、どうでしたか？あるある出したことありますか？僕は初めてあるあるを出しました。嘘。いや、でもね、あるある結構の確率で出るね。僕、基本的にね、シュタキーだったり、まあ、シュターマンからも出すけど、なんかね、5体倒したら1本出るイメージなんですよね、シュターマンから。そのぐらい、シュターマンからあるある出やすいんで、あるある欲しいなって、今の時期で思ってる人は、まあ、ボスを倒すなり、交換したりしてみてください。はいよ。今回はこんな感じで終わっていきます。疲れた。それじゃあまた別の動画で会いましょう。じゃあねー。絶滅危惧種のバンプのチャンネル登録&コメント高評価お願いします。これからも。はい、どうもじゃあして、バンプです。今回は、キラ10回検証いきたいと思います。キラとはね、インターチェンジのボスで、護衛のいない1匹だけのボスになってます。タギラと同じだね。体力値の方がね、他のボスと比べてめちゃくちゃ低いんですよ。出してきます。合計値がね、830あって、SVDS とか SVT で狩る人が多いのかな。コツをつかむと、キラを狩りやすい。で、ヘルメットがね、こんな感じのヘルメットになってて、アディダスのね、入ってる。で、正面のこの装甲板が6なので、顔面打ち抜くよりは、このね、頭頂部分、ヘルメットの頭の上、はい、この辺が、何歩だったっけこれ。レベル4か。レベル4のアーマーなんで、抜けます。まあ、正面強い球で、頭を抜くだったり、まあ、肉ダメで足を打つとか。まあ、足がね、120あるから、ちょっと多いんだけど、まあ、肉ダメをぶち込めば倒せると思います。で、マジでコツがあって、まあ、これちょっとオフラインで紹介したいと思います。キラー、敵対すると詰めてきてくれるんで、そう、走ってきてる最中に打ったり、で、ちょっとダメージ与えて回復してる間に打ったりとか、そういう感じがかかりやすいのかなって感じです。で、近くにドアがあれば、ドアでね、はめることもできるんで、はめるというか、ドアを開ける瞬間に顔を押し付けてくるんで、その顔を打つみたいなやり方もあったりするんで、まあ、それね、ちょっとオフラインで一回紹介したいなと思います。それでは行きましょう。さあ、ということで、イデアじゃないわ。インターチェンジにやってまいりました。簡単にね、オフラインでちょっとキラーを買ってるとこ、紹介しようかなと思います。で、キラーは基本的に今季は地下以外に湧きます。地下には湧きません。大体ね、モール内、1階だったら2階の方に湧きます。で、こんな感じでフラッシュいっぱい用意したんですけど、フラッシュで投げた時にブリャって言うんですよ。ネタじゃないからね。うん、スカブの音だね。いった？ガチさ、スカブ頭おかしいだろ。今季のスカブっていうか、最近強すぎない？さあ、今日取り直しを行きましょう。まあこんな感じでフラッシュをね、淡々と投げていけば、ブリャって鳴きますんで、ブリャって鳴くまで投げ続けましょう。
え？もうね、スカブの声がわかんない。ブリアって泣いた今。なんか、左、一人はなんか、あっしゃまいじゃまいばーと、左の方がなんかブリアって言った気もするけど、まあ、基本的にキラいたら詰めてきてくれるから、まあ、いないという判断で、スルーしていきましょう。まあ、2階からちょっとささっと見ていきましょう。で、インチェ内でフラッシュがパンパン言ってたら、ああ、キラ狩りの人がいるんだなと思ってください。で、2階に来たら2階はね、ここの方から投げます。で、このね、中とかにいたら、ブリャーって鳴いてくれるんで、わかりやすいね、ここは。下でいいのかな？さあ、ここも投げていきます。あ、喋ってんね。ブリャーとは言ってないけど。ブリャー！まあ、こんな感じで、ブリャって言わんかったんやけど、今回。で、こんな感じで。来い。来い。なんか、オフラインだからかな。なんか、バグってるわ。なんか、変な動きがおかしかった。まあ、今のだったら、オンラインだったら僕死んでますわ。なんか動きおかしかったさ。まあ、基本的に、こんな感じで買っていきます。全然ブリャって言ってくれなかったけど、まあ、ブリャって言います。なんか、カードキーと何これ ?UC。ああ、なんかあれだね。BT か。で、基本的にこのドアを閉めたら開けてきてくれるんで、あんな感じでね、狩るのが簡単です。で、ではね、オンラインの除菌現象いきます。レッツゴー！キラ行きましょう。さあ、1回目のキラね、ちょっと出会えたわ。一応カードキーがね、一番最後のところに入ってるかもしんない。じゃ、カードキー1回目。まさかのキラやった。あ、マカさん！まあいいや、なんもなかった。上見てほしい。弾 BT かな？ BS か、それタイプ。RPK だったら。うわ、えぐくね？ BS、その弾の量もらえんな。60、300、180、275発入ってんだ。さあ、つうことで2回目のキラかな？え、こんな外にいることあんだ？キラが？誰に引っ張られたのこれ。さあ、いけますか？ 2 回目のキラちゃん。RPK、これ BS かな？えぐ？こんな場所まで出てくることあんだ。ハードキー出るかな？わー、少なそう。あんまキラーを見ないからね、ちょっと。いやー、外れだね。モルヒネとかだ。ちょっと弾だけ見せてみていただきます。BS、めっちゃうまいね。また275かな。ナイス。キラー、発見！倒した？倒した？ああ、そこなんや。はい、弱かったキラー。俺キルしたかったキラー。あ、キラー助かるからね。3回目のキラー行きましょう。ナイス。俺なんか、こんな場所にいると思わなかった。はい、2回。カットしていく。キラ狩りね。3回目の。これカードキー出る、カードキー。カードキー出るんじゃない？ほんまに。この感じ。メリンキー。当たり。当たりです。BT。ありがとうございます。OK。あ、寝てる。お、みんな、なんかさっき、待って、戦わせてくれ。俺の、ボルタクシュ。え？はい、お疲れ。お互い、リーンして覗いたいけど、ダメやった。さあ行くぜ。いいよ。さあなんかあるよ。4回目。なんか前2人走ってたけどな、あの人ら。
BT だ、BT だった。で、4。あ、カードキーなさそうな配置やな、それ。一番右に入ってそうやもんね。毎回。えい、オッケー、やざーす。助けてみんな、ブリャ、ブリャ言ってた。あ、終わった。ブリャ言ってた。ブリャ。え、ブリャ。待て待て、俺が行く。任せろ。ブリャ。え、なんか俺味方に撃たれてない？おい、え、俺が倒したろ。え、落ちた。お前、お前、イエイじゃない。俺の唯一のキルを頭当てたのに5回目。ブリャ言ってた。やっぱブリャ言ってたわ。なんか聞こえた気がしたもん。ブリャ5回目、なんもない。え、こっちに入ってるね、いつも。あれ。BS だ。よかった。え、ちなみに俺の足打ったのポテタ？お前、お前、やってくれたな、キラ元って。俺の足も打ちやがって。ひっくれてやるよ。ちょ、ライト、いい感じライトアップできないかな。ライトアップしてよ、これ。ひらがヘルメットかぶってるの。嫌だな。嫌だな、宇宙。こんなん着てんの。ひらにかぶ、ひらが新しいヘルメットかぶってましたってできるよ、これ。ひらがひらヘルじゃなかったです。ブリャ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 、同じ子。え、どこら辺で泣いた？奥いね。奥、さっきと同じ場所だね。さっきと同じ場所だ。え、2連続でいんのこれ。あ、2連続じゃないか。いるよね。あ、待って、あ、かぶってる。ごめん、やばい。落ちた！ありがとう、トリエットさん。ありがとう。君を犠牲に、俺は、終わったよ。ブリャー。乗った、いる。やっぱ一発耐えるね。M99 さん。いや、連続でこの脇は、ありがたい。BT。グレだけもらって、いらない。え？あ、キラー、あれ。あれ、キラー？待って、あれ、キラー？あれ、キラーだ。走り回ってるやついるな、なんか。お、やばくね、これ。え、ナイス。やってくれた？ナイス。俺も死んだと思ったわ。ありがとう。うわ、危な。危な。キラー、いたわ。うわ、顔だ、これ。シャーク。シャークキラーだ。初めて見たな。オッケー、とりあえず7。ベビーシャーク、シャーク、シャーク。バセリン。ベイビーシャーク。DS だ。めっちゃ強いよ。今回。いいね。さあ、ということで、イデアにいるという報告がありましたと。イデアへ向かいます。うわ、ほんとだ。奥いるね。危な。味方のことがあった。左奥だね。よいしょ、もう泣かないんじゃない？うわ、見てた！チェイブシン。チェミオもそれ。まずい、これまずい、これまずい流れ、これまずい流れ。え？うん。どうした？
どうした？積めてこないぞ。ポテタン。積めてこないぞ。ポテタン、お前。くれ。お、違う違う違う。抜いた？抜いた、抜いた、抜いた。多分抜いた、多分抜いた。多分抜いた。オッケーオッケーオッケー。ふぅ !8 回目。おいおい。8回目じゃない、8回目だ。やっぱ連続でいるのか。固定放題になってる時もあんだね。まあ、ないわな。無理や、この時間帯やっぱ最強やね。人がいね。競合なし、BT。よっしゃ。終わり。はい、あげる。アーマー着替えた、アーマー着替えるか。よし。待って、ブリア言ったよな、今。ブリア言ったぞ。どこにいんの、これ。この辺？ラッシュ。え？めっちゃ近かったぞな、今、ブリア。その辺おるんちゃう？おい！舐めすぎました。すいません。調子に乗りました。すごい舐めた、今。めっちゃ舐めた。うおー言って。うおー言って。調子乗った。ごめん。すいません。キラさんすいませんでした。調子乗りました。生まれて2分、2分13秒の命でした。すいません。キラの方。さあ、ね。あ、キラヘル、まあ、納品してないじゃん。いいね。な、これでカード聞いてんなよ、マジ。おい、マジでカード聞いてんなよ。わかってるだろうな。うーわ、怖なんかその1マス。ボコーなってるの。コーラ、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 コーラ。うぃー。9回目。オッケー。9回目こんな感じ。ブリア、ブリア、ブリア、ブリア。え、来てよかった。オシャンブリアだ。おー。どこら辺にいんの？待って、待ってくれ。生きてるところを拝みたい。ブリア言ったよな、今。ブリア！あ、いるね。フラッシュ。そこいんの？お前、お前。ああ。くしゃみが出たぜ。倒したじゃないんだよ。ラスト1回だったのに。ラスト1回、10回目。よし。おい、ラスト、俺、今期のラストキラーのこの拝みだったのにな。カードキー今回1回も出ないね、ボス検証中。BT、変わらずだね。カードキーなしだ。はい、ということでいかがだったでしょうか。キラ10回検証なんですけども、まあ、あんな感じでね、キラー強いんで、頑張ってください。借りたい方は。で、次のね、ボス検証としては、ズリアッチを予定してますんで、ズリアッチは10回検証っていうよりは、まあ、借り方だね、どんな風に入るのか、不法侵入も一応できますんで、地雷除去しながら。おすすめはしないし、しないです。こんな感じに入れるんだよーってだけ、知識として入れるだけで大丈夫です。はい。これを真似すると、100失敗しますし、無理！まあ、見ればわかります。次のズリアッチ検証は、楽しみに待っといてください。それだ！また別の動画で会いましょう。じゃあねー。絶滅危惧種のバンプーのチャンネル登録&コメント高評価お願いします。これからも。やべ、待って、お前危ねえ。はい、どうも、シャッシェ、バンプです。はい、今回は、サニタ10回検証行きたいと思います。で、サニタとは、ショアラインのボスになっています。青色のフグが、すごい特徴的なボスで、護衛はね、2体から3体います。結構ね、護衛が強い人が多いので、気をつけてください。
際、サニターね、ボスの中では体力が多くて、1270あります。護衛もね、1000護衛という、かなりのね、体力の多さをしてるんで、かなり厄介になってます。で、大体、サニターが持ってるのは、医療品が多くて、まあ、注射器、だからサンプルとかに必要な注射器だったり、そういうのをね、持ってることが多いです。まあ、護衛に関しては、レベル6だったり、レベル5。アーマーがいい時が多いです。はい、6B43 とか、まあ、リシャーラン取り巻きみたいな感じだね。護衛がうまい。で、サニター専用のブルーカードキーだったり、あの、ブルーの印がついたカードキーっていうの、まあ、30万ぐらいで売れるんですけど、まあ、そういうのだったり、まあ、グリズリー、CMS、さっき言った注射器、類を持ってることが多いです。カードキーはなんかね、持ってることあんのかな？あんま聞かないね。サニターから、その色付きのカードキーが出るみたいな。あんま聞かないんですけど、まあ、出るのかな？まあ、今回ね、それ10回検証いきたいと思います。それでは、行きやっしょー。レッツゴー。ああ、やっぱり脇場所紹介してなかった。脇場所としては、そのショアラインのコテージ、リゾート、ふ頭。このね、3箇所あります。かなりね、周回するのめんどいんで、ちょっとね、倒しにくいというか、仮に行っても狩られてることが多いボスになってますんで気をつけてください。不当にね、いるサニタが一番めんどくさい。と僕の中では思います。まあ、どうなんだろうね。なんかエントリーするときめんどくさいだけで、まあそんな感じです。まあそれではね、まあ行きたいと思います。オフラインで狩り方というよりはもうね、オンラインの実戦で戦ってるところを見ていただければなと思います。それでは行きましょう。オンライン実戦、レッツゴー。いたー、いたよー、武藤サニター。本気初対面サニター？いや、初じゃないね。まあ、一回目だからね。いい草じゃい。グラネーダー言ってた、今。そうなの、グラネーダー。死ぬるてー。グレー投げれる？もう一回。投げてダッシュ出ましたね。いけるか、いけるか。まあ、俺がグレー投げるわ。多分この角度にいるはず。お、いけいけいけ。何止まってんだ、君ら。君らは今行くしかないんだ。このために。このために、君たちを連れてきてんだ。恐れるんでない。ちっちゃい。天井。天井になってる。めっちゃ、頭おかしいやろ。ちょっと頭おかしい。壁越しで。抜きすぎ。グレじゃない。グレない。あ、味方なんだ。あ、制圧したんだ。オッケー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 。とりあえず、終わったか。殉職者1名。いや、ここの草さ。いや、オッケー。奥おったんやね。じゃあ、1回目か、今季。まあ、いいね。最初からサニタちゃんと出会えるのは。めっちゃ注射刺してんじゃん、これ。これ多分3つあったぞ、いろんな。時間かけたから、めちゃくちゃあれだわ。使ってるわ。やっぱ雑魚やなぁ。ブルーカードもなかったわ。さあ、側近。ガゼルちゃん。サニター1ね。ブッシュ。弾見る ?VPOK と FMJ か。弱めだね。え、2体しかいなかったの？今回。うわ！うまっ！うまくはないか。でも5レベの。ここ強くない？ 60 円マガジン。かなりうまい。良きじゃない。グレモラを投げた分回収。BT の60いいね。
マジでビビったわ。マジでビビった、これ。無理無理無理。で、ここ行ったら、ね、なんかバカじゃね？これ。あ、AI が、やっぱ。俺よかった、M61 で。俺 M80 だった、これやれてないよな。アルティン！アルティン！アルティン！なんで俺生きてんだよ。ボスは生きやがる。おかしいだろ、お前、これ。待って待って。アルティン！死ぬって。グレ持ってねえって。あ、持ってた。危なっ。ルナ、グレネーター。今当てた？うまっ！俺、神かよ。クロアルティンじゃね？ビスラーじゃねえよ。全然違う。ディフェンダーうまっ。うまっ。俺、ボルアクで、うまっ。俺、うまっ。自分で言うのはないけど、うまくない？リティ？オッケー？おい、武器手に入れたぜ。俺、二人ボルアクでね。やっ。片継ぎー！泣いてる。あ、泣いてる。あ。あ。あ。痛そう。お前も死んでんだよ。なんでこんな痛そうなの、この子いつ。まだ生きてるの君。あ、力尽きた。じゃあまあ、とりあえず、待ってよ。とりあえず何回目だっけ？サニーで2回目だね。2回目だ。オッケー、2回目、2回目行こうか。見ていこうか。シャー、サニーターバック。OPS ケース。これ BP とかか。注射めっちゃ刺してるやん。なんで持ってないの何も。なんか持っといてよ。なんも持ってない。で、見ていこうや。今回、うますぎんか？ほら、アルティン。断面抜いちゃった。アタックスや。うま。ちょっと持ってもらうか。ミュール！ポー！うますぎ。舞台っぽいね。おう、これも、グジェリ。うまいっすさ。ビビったー、マジ。ボス いるんかーい。え？おい、こんなことあっていいのか。こんなことあっていいのか。またボス湧いてる。おい、寄ってくんだ。バナナフィン。あ、死ぬって。バナナフィン。武器ちょうだい。サイガ！サイガ！バッサンガと。おおおおおバイロスなんだよ、その、もう、次元歪まされた。ブーンって行かれて今。あよさあ、サニター3回目。3回目のサニター。まあ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 、カバの中がね。カードキーってさ、入ってんの？サニターって。何そんなことある？使いすぎじゃない？サニター、じゃないこれ。あ、焦られてるわ、これ。バックっただけ。あ、なるほどね。はい。そいつを倒したんだ。あ、オッケーオッケー。じゃあ見ていこう。オッケー、もうこれも入れよ。サニターどうせ何も持ってないから。いつもの通り。あれだから何も持ってないから、こんな感じだ。見ていこう。あ、BT ね。ああ、いいじゃん、いいじゃん。ああ、グレだから。だいたいグレと回復でしょ。オッケーオッケーオッケー。まあいいよ。なんか、いいのないでしょ、今回。何そいつ。
あ、あれか、取り巻きか、サイが持ってることあんだ。いいね、ベタ2持ってんのいいね。はい。はい。あともう一体いない？今回二体だけ？二体？あ、いる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 。いるぞ！さあ二体いるぞ！なんでこんないんの？こんないっぱい。おれい！あっ！おほう！奥におるぞ。奥におるぞ。ちょ、行く、くれてあげるよ、俺。はいよ！くれてあげて！やべえ。いたな、今。今、いたな。あ、あ、見た、今。危ない、くれ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 。今、奥いた。奥にいたわ、くれ。ちょっと。あ、危ない。リーシェル、それ。まずい。まずい。く、あ、味方が、あ、殲滅してくれた。よし、え、あ、まあ、俺がやる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 んだー。あ、あ、あ、ごめん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 、ごめん、ごめん、ごめん。うわぁオッケー、4回目泣いてやがるぜ、泣いてやがるぜ、4回目のん、またもがいてる。よっしゃ、あ、カードキーで、これカードキー出るわ。あ、HF1 いらない。まあ、とりあえず俺これ、俺売るから、売りさばくから、これよし、全部あげるよ。アタック2とか、これ、これ、これ。最強やん、これ。ちょ、見ていこう、中身。なんだー。いや、取り巻きやな、これ。あ、びっくりした。え、これ、サニータン取り巻きでしょ、これ。うえ、6B43。当たりやん。ちょ、待って。とりあえず、とりあえずサニータン、サニータンを見よう。え、また2体、2体だね。ちょ、5回目。わ、VSS、当たりだね。弾もちょっと見たいなぁ。ブルーカードキーと、他のカードキーで出んのかなぁ、サニター。うわ、すご、サニターセットや。テープゲーム出た。サニターセットと、SP6 強。さあ、オッケー、これに、あるね。あ、これね。はいはい。6B43 にアタック2。カバンの中だけ見よっかなぁ。お、PNB3BTG。 めっちゃいいやん。サンプル終わってない人終わるぞ、これ。ちょっとミルク飲もう。弾だけ確認すっか、ちょっと。FMJ、くれもらおう。いいね、やっぱ、リシャーラとさ、このサニタの護衛。結構高級やん。2体護衛。いや、3体か。3体だ。ベタツー、ベタツー10万なんだよ、今。ベタツー回収しよっか。まあ、こんな感じと。ブエー！あれか。あ、味方だ、あれ、ジャンプしてる。ちょ、死んでる人が。いたいたいた。え、え、人じゃないよ。敵敵？あ、ピー！いる。いっぱいいる、いっぱいいる、いっぱいいる。サニタどこ、サニタ、サニタどこで倒した？サニタだけ見る。そっち、そっち？オッケーオッケーオッケー。プレイヤーめっちゃいる。二人いる、二人いる。サニタだけ見たらもう、検証進むから。あ、オッケーです。オッケーオッケー。とりあえず見ていこうか。6回目だね、6回目の VSS と。6回目の VSS との、グリズリーと注射器かな。歯磨き粉？磨き粉のことあんだね。とりあえず、SP5 だ。弱いサニターだもんね。オッケー。じゃあ、ちょっと戦っていくか。任せろ。村側に P。オッケーオッケーオッケー。村側に逃げてんのか。
はい。あ、そいつ。あ、危ない。どれやった？ナイス。ナイス。いいよ。こいつ、あともう一人、もう一人どっかいるよ。終わりかな。あれ、スレンダーだぞ、こいつ。トリエットや。味方や、味方。これ味方や。俺ら戦ってるの味方や。あれ、あれ、あれ。味方や。いるか、ちょっと。あ、オッケー、死んで、これ2階とかさ、プレイヤーいる？ 6 回目。当たられてないよ。え、雑魚サニターやった。え、まっさられてるか、これ。一応こっちのさ、取り巻き見るわ。え、銃声しなかったけどなぁ。カラウンドに、これ、さっきイーゴルだったからね。オブドロミュール、L1、メルドニー。え、めっちゃうまい。え、取り巻きの、さあ、これ、うまくない？プレイヤーどっか死んでんじゃないかな ?BT。うま、これもらおう。え、めっちゃ出る、めっちゃ、すごい音してる。もらえ、もらえ、もらえ、もらえ。はい、うまい。はい、うまい。ちょっとね、見ていきましょう。グジェリ。アタック2、キャット時入ってない。なるほどね。はい。で、そっち側にも死んでんの。また2体、取り巻き。じゃあ、8回目行きますか、サニちゃん。サニちゃーん。また、毛だらの弱いサニちゃんやな。ブルーキーカードと、あれかな？うわ、外れ。なんかブルーキーカード持ってることこんな少ないの？ちょっと毒ガス、マスク、マスク。いい感じに取れないわ。いい感じに取れない。親子直球。いや、めっちゃ外側だったんだ、今回。オッケー。さあ、護衛ちゃん。あ、側近じゃん。お、HF1。良きですな。あ、サニター狩りが多分一番あれかもね。サンプル、ブラック行きたくない人からしたら楽かもね。BT、60連。帰ってきた、帰ってきた。コテージいるわ。プレイヤー戦ってる、プレイヤー戦ってる。声近いけど。めっちゃ近い、めっちゃ近い。あ、いるわ、この、手前いるわ。あぶねえ。まだ、まだサニター見えてない。サニター、グレてった？オッケーオッケーオッケー。どこら辺？ちょ、見るわ、見るわ。とりあえず、取り巻きから見ていこう。9回目だね。9回目の取り巻きちゃん。注射器かな、この辺。おぉ、3BTG。ナイス。そこサニター？あ、サニターじゃない。ここに。66レベル？ゼブラさん、66レベルのやつ、グレで倒してるわ。多分やった、やった、やった、やった。やってる、やってる。これサニターね。オーケーオーケーオーケー、ナイスナイスナイス。9回目。VSS の当たりのやつだね。当たりサニター。うわ、めっちゃ入ってる。あ、ブルーカードに？ L1 に？メルドニンに？ 3BTG に？んー、サニターキー。すごいな。このセット今日2回目だね。これ倒した人。これすごいわ、このセット。で、弾だけ確認。BP！ 強いぞ、今回のサニター。これも取り巻きだね、取り巻き。さあ、2体目に取ります。あー、回復うまー、こいつ。トリマドール。ミュール。3BTG。あ、めっちゃ入ってるよ。HF1 もある、これ。サンプル、サンプルセットが、とんでもないよ。これ倒した人、サンプルセット。モルヒネー、もらおう。結構手前だね。でーん。でーん。
え、何に抜かれた？いや、ここ俺戦いにくいんだよな。うわ、そっち溜める。あぶな、全然死なんや。オッケーオッケーオッケー、倒した。倒してない。ブリブリブリ、二人だ、こっちいる。あ、やべ、あ、待って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 、何しよ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 、お前あぶね。二人であっちおるんか。あー、怖怖怖、助かったわ。たまねえって、危ない、死んだと思った今。一回くれもらおうか。見えねえんだよあいつマジ。オッケーオッケーオッケー。ああ、もう終わりかな。ふぅ、制圧完了と、ラスト一回。いや、危なすぎるだろ。なんでこんなクソなんだよ、ラスト一回。ふぅ、とりあえずね。とりあえず助かりましたと。まあまあ、注射器ちょ、時間かけちゃったからね。注射器いっぱい使われたわ。まあ、一匹一匹見ていきますか。危なすぎんだろ、マジ。終わってた、マジ。いやー、勝てーよ、マジ。こいつ、ディフェンダー。よし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 。まあまあ。まあまあまあ。とりあえずね、とりあえずこれで。で、ここら辺でも倒したよ。反対だね。これもらおうか。うわぁ、イーゴルだ。イーゴルだよ。えぐいよ。はい、ということでいかがだったでしょうか。サニタ10回検証。サニタはね、結構注射器持ってることが多いんで、時間かけて倒せたんであれば、サンプルがね、1レイドでワンチャン終わるんじゃないかなっていう感じのボスになってます。はい、皆さんもね、サンプル終わらなくて、ラボとかね、行きたくないよって方は、サニタを仮に行ってみは、仮に行ってみてはいかがでしょうか。それではまた別の動画で会いましょう。じゃあね。絶滅危惧種のバンプーのチャンネル登録&コメント高評価お願いします。これからも。はい、どうもありがとうございました。バンプです。今回はグラハ10回検証いきたいと思います。まあ正式にはね、グルハーっていう名前なんですけど、僕はね、グラハーって昔から呼んでるんで、グラハーって呼ばさせてください。リザーブのボスになってまして、ボスの中だったらね、一番強いボスなのかなと思っています。マジで強い。取り巻きも強いし、このね、グラハー自体も強い。まあこんな感じのね、見た目してて、取り巻きはかなり多い。まあカマンよりはいないんだけど、まあボスの中では多いブルーになります。基本的に4体から6体います。で、4体のことはほぼほぼなくて、
まあ6体が90何パーセントぐらい6体なのかなというイメージです。で、種類がね、護衛の種類にも3体種類がいて、速攻詰めてくるなんか特攻部隊みたいなプラス側近、それプラス中間を担う、そのね、護衛が2体2体2体とね存在します。で、なんか5体っていうのはないらしい。4体から6体って言ったんですけど、4体か6体どっちからしいです。偶数で護衛がいるらしいです。うん、まあ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 、6体だと思って戦ってくれると、まあ分かりやすいかな、それは。で、基本的に見つかると、石膏部隊が走ってきます。2人組がね、ちょっと離れてても詰めてきます。だからそいつらはね、待っててもやれます。そのね、3種類の護衛の中でも、体力がね、バラバラに分かれてて、一番最初に突っ込んでくる特攻2人組は、合計体力が760あるんですよ。で、中間地点、そのね、間にいる取り巻きが580っていうね、ちょっと体力が低め。で、セキュリティっていう、もうグラハーに付きっきりの二人組の護衛が、806体力あります。まあなんか、強いスカブがいるな、レイダーがいるな、みたいな感じで思っておいてください。グラハー自体に体力は合計1110です。あ、1110です。はい、1010で、頭の体力が70という感じになってます。まあ基本的、中間ぐらいかな。うん、柔らかくないし、硬くもないっていうボスかな。でも、使ってる武器がめちゃくちゃ強くて、アッシュだったり、もうワンパン武器ですね、ほぼほぼ。もう、胸部。もうチーターだと思ってる。このグラハに関してはマジでチート並みに強いんで、カルサイはもうグレーを持って、グレー投げてからピークする。グレーなしでピークするとするとマジで死ぬから、そこだけ気をつけてください。よ、な、一回ね、オフラインで、ちょっとね、借り方というか買ってる場所を、あ、買ってる方、借り方というのもね、ちょっと説明しながら、受解検証オンラインでできたらなと思います。それでは、行きましょう。レッツゴー!その前に、高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。それでは、行きましょう。ここにいる、ここ簡単かな?どの辺にいいんだろう?奥側かな?マジ、テロナミン、これ別にいる。待って、これ、フロートにしてないかも。フロートにしてた。あ、危ねえ回復持ってきてね。やばいやばいやばい。詰めてくる。来るね。来るね、これ。お腹いったわ。レネーター、これで今4。え、今 3? 今3倒したっけ?グラハー込みで3倒した。3に。お腹直すか迷うな。今スカブだろ、これ。スカブだから、3だな。グラネータ2。ん?あぶねえ。詰めてこい。てんね。チートの3つやな、マジ。やっぱグレで動かしながら、行った方がいいか。近い。どこ行った?どこかんねん。ショットはする。あ、下にいんだ、これ。ここにいるな。
この辺いるな。おぉ、よいしょ。終わったー。これで終わりかな。6体倒したかな。これで終わりっぽいね。グラちゃん。ふぅー。まあ、こんな感じと。みんな、いといと行こうと。でも、中身を出されたいだけやから。あーこれ、真ん中の方にいる。あれ、めんどいやつね。そう。手前奥じゃなくて、一番真ん中にいるパターン。結構近い、結構近い。左いないこれ。いや、そう、左の真ん中に固まってると思う、これ今回。怖っ。もう、グレー投げちゃったよ。この左だよね。そう、その左に多分、護衛ごと固まってる。おらんわ、おらんわ。え、突撃もう来ないんだよ。もう来ないね。ゲムシ死んだな、さては。近っ。あ、いるいるいる。ああ、まだ、あ、やっぱそこが木箱のあ、いるいる、頭見える。銃口見える。いったれ。けど、見えねえんだよね、この、ちょうど。うおぉ、チンコ撃った。どっか詰める、どっか詰めてる。どこ？やった？いった。やったって言ってるけど。やった？マジ？いや、いるいるいる。いや、グラハの声まだするけど。めっちゃ詰まってる、めっちゃ詰まってる、ここ。終わりかな？ナイス？あ、でも終わってる、終わってる。何体？ 2?2?2?3?3? あ、じゃあ突撃2が多分どっか行って。あれだ、残酷がいるかも。詰まってんだ、ここ。ここにグラハ。まあいいや、見るわ、一回、グラハの中身。見ちゃってくれい。M1A だね。いいやん。いい、なかなかいい。これ1回目だ。え、進むわ。これ、ストックしとく動画。絶対カードキーねえわ。ないね。これ M1A、これ、倒した人。俺、股間打ったから倒すってないんだよ、これ。じゃあ、取り巻きを見てみるか。うん、なんか、どう取り巻きってどんなん持ってるイメージある？取り巻き、なんか、グレー入ったりしてるよ、この中。取り巻きからなんか、カードキーとか、そういうのないよね、さすがに。いや、ないね。ないね。あ、でも、アクキー拾ったことあるよ。あ、マジか。そう、アクキーはある。あ、リップ、リップ。アイファック。なるほどね。こういう感じか。はい。プロじゃないね、これ今。このアッショット何？味方？あ、そっちに持ったのか。こいつか。いや、ガチでわかんねえ、これ。これね、左にもいそうな気がするんだよ、ここ。え、強くない？強くない？ちょ、グレがなくなったのが痛かったな。いいよ。これがグラね、2回目。アッシュだったんや。グレコフとはやっぱ相性が悪いんだ。ハードキー出るかな？ PS12。振り巻きどんなん持ってんだろうね。俺もう1回目、だいぶ前じゃん。2週間前ぐらいに1回目取ったからさ。え、イエロー出た！イエロー、今何本？イエロー出た！え？イエロー出た！取り巻き間見ていくか。イエロー出たやん。今何本イエロー？見てなかった今、出る瞬間を。今、イエロー何歩ですか ?1350 万 ?1370 万。おぉ！グラ2回目でイエロー。今季はシュターマンの次に出たか。いいね、いいね。まあ、取り巻きちょっと見ていく？かす、石膏が弱い装備なのかな？この感じの。いや、えぐいね。1000万超えはやっぱ嬉しいね。なんか MCB よく持ってるよね。グラハン取り巻きとか。日本語勉強しようぜ、みたいな。ここでやってくれてると。グラハン！
グラハ死んだ。グラハ死んだ、グラハ死んだる。うわ、グレー、グレー、グレー投げてる。なあ、フラッシュ食らってる、俺。フラッシュ食らってる。ちょ、見るわ。見といてな。正面。びっくりした、今。さあ、見ていきましょう。あ、3回目の。あ、カードキー。これカードキーっす。これカードキーっす。カードキーっす。はい、グレー。ちょ、弾見ていこうか。びっくりした、マジ、今。ちょ、クリックで見るか。うわ、PS12B や。最強弾。最強弾か。うん、不安になってきたわ。あれ、プレイヤー、味方かな、あれ。味方かな。わからん。取り巻きが味方、わからんないけど。あ、あ、いたいたいた、あの裏だ。オッケーオッケーオッケー。終わり終わり。多分終わりかな。オッケーオッケー。じゃあ見ていこうか。これちょっと取り巻きだっちゃう。うわ、今、マジでびっくりしたわ。耳ついてるわ。RPDN。え、こんなん持ってたらもう、グレもらおう。びっくりしたー、マジ。え、これってさ、レベル 4? え、これレベル4のアーマークラスだよね。いいやつだよね。装備良くない?これ弾何入ってんの?これ。FMG。ちょ、すり巻きの場所だけ、教えていただければ。あー、OK、OK、どうぞどうぞ。あ、こいつはなんかあれだね。そうでもないね。え、ほら、ありがとう。わかちこさん!何これ?新しいやつのこの色初めて見たかも。ルガーだね。あ、色は?え、アルティンじゃね?あれ。あ、やった。アルティンのやついるわ。こっちいんの?いるね。おい!丘上、丘上!え、やば。いけるこれ今。すべ、目つぶれてるわ。あ、やっべえ、これ。これ、しろ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 。それ、やばいぞ。それ、大丈夫か?うわ、やば、やばすぎ、やばすぎ。いっぱいいる、奥。無理やろ、あれ。どうすんねん。顔動くって、こんなん。あれ、グレ投げれるか?もうグレねえわ。いや、スコープが悪すぎる。めっちゃリコシェットする。巻きも行きも、あいつら。あっは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 。死ぬ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 。両腕なくなった。あんな場所にボスいんの?やれそう?味方だもんね。あ、やれた。無理無理。無理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 。ちょっと、武器、ちゃんとした武器でくればよかった。え、おかしくない?これ、誰か引っ張ってんのかな?プレイヤーが。終わったんちゃう?やってるっぽくね?終わった?行くぜ!俺は信じて、詰める!ナイス?終わってるっぽい、終わってるっぽい。え、こんなとこに、いる!くれない、くれ、どうしよう、くれない。くれ!くれ!まだ息だる!くれ、息だる、くれ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 投げてくれ。持ってない?ちょ、あれ、これ、これ、これ、あさるわ。ちょっと待って、ちょっと待って。
おい、お前。お前、違うやん。まあいいや。まあ、4回目。そういう意味じゃないんだよ、ここまで来たら。まあ、4回目。チェックポイント、軍のカスタムのとこだね。4回目、M61A、うまっ。行くか、いろいろ。あまり水じゃないこんなとこ。これスカブじゃん。スカブと紛れてたってことか。なんか RPD のやつ多いね。使い切ってるよ、あんま。うわぁ、レベル6アーマーじゃん。レベル4の倍座ちゃうこれ。あ、3なんだ。うわ、MI のキモいの。キモいカスタム。もらっていこう。キモカス。死にました？ちょい。5回目かな？ 5 回目。来たよ、カードキー。いいよ、カードキー来たよ。今80。まだいいんだ。ああ、いろいろ見ていくか。タイガ。おー、邪魔。6体いんのめんどいな、マジで。ディフェンダー。これちょっと、俺、もう無理だね。この俺のディフェンダー。交換しとくか。グレネーは終わったかも。これさ、右にいる可能性あんのよ、ここ。危な。来た。ああ、無理。グレなくなったら絶対勝てねえんだけど。もう、爆撃。今これフラッシュ当たってる。やば！え、グレ？あぶねえ。フラッシュ入れた。いやぁ、俺死んだ。え？あいつ反応しないやん。あれ、グラハーや、ゼブラさん、それグラハーやったかもって、俺グラハー、ゼブラさんにやられてる俺。ヘッショで。グラハーやったかもって、まさか俺のこと？やってんだろ、これ。いけるこれ。あ、いや、よかった。今俺バラバラだったんだけど、これ。あ、いいよ。カードキーあるんじゃない？ポケット。あ、いいよ。さっきこれでイエロー出たから。はい、グレー。M61 かな、それ。弾。M61 だね。いいね、前。うわあ、危ねえ。そこいんのか、扉。玄関にいるわ、玄関。奥の玄関だ。痛い。え、裏から来てる。裏にも来てる、裏からも来てる。え、待って、これ敵。左敵。それ左敵だわ。めっちゃ違う。みんな真横敵。え、怖えんだけど。いや、うますぎだろ。え、グラハいる。
あ、待ってるよ、かぶる、かぶる、かぶる。アッシュ。やったやったやった、グラやった。生きてるよ、これ、みんな。あ、みんな生きてるね。とりあえずグラハー見ると。え、強っ。大丈夫？これ漁って大丈夫？漁っちゃうよ。バッシュ。7回目だっけ？ 7 回目だった。これ何もなさそう。何この渋いやつ。アッシュしか持ってねえよ。PS12 で。最強かよ。とりあえず、見ていくか。振り巻き。まあ、振り巻きたちはいつも通りって感じだね。なんかサプレッサーよくか。え？あ、これ、なんで30連マガジンついてんのこれ。60つけとけよ。見えねえよ。来い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 。死にました。やったー、やっと。もうやめようか、もうこれもうなんでだ。やっと出てきたじゃねえか。うざすぎる。やべ、やる気なくなった、一気に今。ダメだ、もう。いや、なんで突っ込んだのじゃないやろ、今の、どう考えても。俺、流れ弾で死んだからな。突っ込んでないからな。俺、突っ込んでないから。俺、うわ、ボスいる、やったーって言って、録画入れた瞬間死んだからね。俺、目の前に3人いたんだから、やつ。裏は全部これだもん、画面共有だもん。はい、見ていこう、8回目。8回目。お、これでお前ら今見てるよ、お前ら。動画でコメントすんだろ。なあ。味方への扱いが悪い。じゃあ一人でやればいいとか、言ってくるんだろ。8回目なんもなしじゃ。画質良くなってる。誰かブーストしてくれてるわ、これ。なんか画質が良くなってるわ。画面共有の画質がいい。取り巻きを見ていこう。取り巻きを見よう。いい加減にしろよ、マジ。RPG。たぶんそれ T45M か。プロピタルなんて持ってんだね。あ、そういう PS なんだ。マジで流れ弾で死ぬのクソ腹立つやん、もう。ああ、やった！にゃあ、2連続、ボスが湧いてるよ、もうさっき不良の事故でもう。やった。もう俺、生きた状態でさ、行きたい、もう。ここのボス一番強いから。見えないよー。あ、いたいたいた。なんかいい、やったよ。何体かやった。危な。まだいたんだ。まだいたんだ。怖っ。この辺にいたやつどこ行った？ラストイズ、こいつがこいつがぐらいか。オッケー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 。おい、マジでだるいって。9回目。行きやっか。キャッカキャッカキャッカ。裏も来てるかも。裏来てる、裏来てる。何も持ってね。いた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 いる。なんで3連続で湧いてんだよ。俺の今日の不運を、もう最近の不運を俺は祈ってくれてるよ。え、敵敵敵、目の前敵だよ。敵横横並んでるよ。敵横並んでる、敵敵敵、敵横並んでる敵。
あそこなんね。よっしゃー、3連続で終わるぞ。見えねえ。マジ見えねえわ。どこいんだよ。どこいんだよ、マジ見えねえよ。どこで撃んだよ。いや、懐かしい。タックテックのこのグラハが一番多いわ。いや、ないわ。マジでこれ文句言うやつ、アンチコメントにスーパーチャット送ってこいよ、マジ。スーパーチャットで画面共有ばっかすんなって送ってこい。最低1000円のスパチャ乗っけてからコメントしてこい。これも全部動画使ってるからな。ちょ、護衛見よう、護衛も。どこにいたんだ、そのボス。ちょっと、グラハ、そこにいたの？カバンの中、アクセスカードキーとか入ってるよね。入ってないか。はい、ということでいかがだったでしょうか。グラハ10回検証なんですけど、だいたい5日ぐらいかかりましたかね。5日間ぐらいかかったんで、多めに見てください。めっちゃ強いっす。わかんときゃマジでわかんし。わくときゃわくし。なんだよ、このゲーム。ということで、高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。それでは、次はシュターマンかな。さよなら。絶滅危惧種のバンプのチャンネル登録&コメント高評価お願いします。これからも。はい、どうも、じゃんしてバンプです。はい、今回はみんなが気になってると思うグンズ10回検証いきたいと思います。グンズっていうのは3体ボスになっています。3体がね、まとまって動くボスですね。まあ言ったら、ナイト、ビッグパイプ、バードアイという、この3体、まあ出してると思います、画像。このね、3体のボスが固まって動いてるボスになります。で、特定のマップにいるボスとかじゃなくて、4マップ移動します。カスタム、ウッズ、ショアライン、ライトハウス、こんな4マップに、分きます。これはね、時間帯で変わっていきます。で、それはね、どうやって分かればいいの？みんな。どうやってね、グーンズを探せばいいの？どこのマップにいるの？って探すのは、グーンズトラッカーっていうものだったり、タルコフパルっていう、なんかその、グーンズが今ここにいましたよっていう掲示板っていうのがね、ウェブサイトにありまして、それの方ね、概要欄の方貼っときますんで、借りたい方はね、それを見て、どこに今グーンズがいるんだろうっていうのをね、見ながら探すといいかなと思います。で、基本的にこの4マップの中で、カスタムとショアが一番借りやすいのかなというイメージです。僕はね、ちょカスタムで今回もう検証終わらしちゃったんですけど、カスタムがマジで楽。まあ楽なのは、その周回が楽なんですよね。いなかったらすぐに帰れる。そしていてもすぐに、接敵できる。っていうのがね、ちょっと楽です。ウッズに関してはちょっと遠いんで大変。で、ショアラインは、湧く場所がその電波塔のとこなんですけど、そこから、広範囲に広がって、いなかったりするんですよ。湧いてても、なんか、すごい変な場所にいたりするんで、結構ね、借りにくいと思いました。はい。で、ライトハウスに関しては、水処理。ね、ローグがいる、あそこの中に湧いてたり、あとはね、青ニキ。ニキ板の横のヒラメ屋の、あそこに湧いてたりします。だから、まあ、基本的にカスタムが楽なのかな、という見解です。マップで言うと、カスタムはね、真剣。に軍図が湧きます。で、ウッズの方だとスカブバンカー、まあマップで出してると思います。で、ショアラインだとさっき言った電波塔の場所。で、これね、遠くでプレイヤーを発見してもう詰めていくんで、いなかったりします。湧いててもなんか違う場所にいたりします。なんか農場とかでね、目撃報告もあります。はい、こんな感じになってます。サンバガのね、特徴としましては、詰めてくるっていうのが一番の特徴です。見つかると、シースファイアーって言って、英語を喋ってる、プレイヤーっていうか、ボスなんで、英語が聞こえたら、あ、サンバがいるんだなって思っていただいて大丈夫です。で、基本的に視認されると、詰めてきてくれるので、近くの物陰に隠れて来た、走ってきてるところを頭を打ってやるっていうのが簡単にね、狩れるやり方かなと思います。一つね、怖いのが、バードアイというね、一匹いるんですけど、このね、キャラが足音がね、しないキャラになってますんで、気づいたら後ろとかにいたりするんでね、そこだけ気をつけてください。一応ね、泣きはするんで、グレネードとかでね、確認しながら倒すっていうのもいいかもしれません。
こんな感じになってます。カードキーに関してはあのバードアイのカバンの中とかめちゃくちゃカードキーが出る確率が高いので、バードアイだったりそのナイトが見込めるかなって感じです。ビッグパイプというパイプ加えてるおじさんからはカードキーは出ないので、報告は上がってないので、まあナイトとバードアイからカードキーは出ると思ってください。以上こんな感じになってます。それではね、今回10回継承いきたいと思います。高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それでは行きましょう。レッツゴー。来た来た。え、これあれちゃう、グンズだよね今の撃たれ方。今の撃たれ方グンズやと思う。来るぞ来るぞ。え、ここで詰めてきてくれんのこれ。グンズ昭和初見やからわからん。これグンズグンズグンズ、絶対グンズ、絶対グンズ。今の馬の撃たれ方絶対おかしかった。詰めてくる、どっかから詰めてくる。絶対グンズや。いや、めっちゃ遠い、めっちゃ遠い、めっちゃ、めっちゃ遠かった。もう、シュッシュッ、シュッシュッシュッシュンって飛んできたから、弾。ナイトじゃないかな、今の。あ、向こう、すごい着弾したな。うわ、なんか撃たれてる、撃たれてる。え？撃たれてるね。だからこれ絶対バードアイか、あれだよね。ちょっと前に出ると、うわ、早くも、出会うか。ほら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 。絶対向こうから撃ってる。これどうすんの？どう詰めるの？ここで、バレた場合。どう詰めればいい？ここにの、うん。ほらほら、もうバカがおる。フラッシュ。あ、スツーやってんだ。おい、くれ！おい！おい、びっくりした。あ、3人死んでんの？もう。ナイス！じゃあ見ていくか。え、あっけな。何それ？俺、生きてる姿を。見れんかったけど、プレイヤー来てんのか？まあ見ていくわ、すぐ。ビッグパイプ1回目。おう、グレポンや！え、珍しい。もうグレポン？カードキーがないとぐらい、ないとからも出てくるみたいな話もあるからね。うまっ。久しぶりやから嬉しいなぁ。ごめん、ちょっと時間お願いします。とりあえず、ビッグパイプ。で、カードキーがよく出るという噂の、このカバンから見ていこう。バードアイの。なんもない。ちょっとは基本的になんも出ねえか。ああ、弱い弾っぽいね、これ。FMC とかか。まあ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 。さあ、最後ナイト？ナイト、そっちから、あ、クレーム DR だ。いいね。ポケットから出たみたいな。カードキーが。話はありますけど。弱そうな弾だ。FMC、FMC。M88 に。あ、今回、弾弱めっす。やった、いる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 。軍図湧いてる、軍図湧いてる。シースファイア。近い。ナイス。左左左。この左の方に見た。左タニマー、この辺いなかった。あ、やってるわ、俺。ビッグパイプやってる。もう一人、バードアイ、バードアイ。あれ見とくわ。ナイト見るわ。一回目、二回目か。うわ、スピア。スピア持ってんの、これ。鍵、西島の219。うまい鍵。タスクキーか。そうでもないか。うまっ。FMJ。そうでもね。あ、でもいいか。弾、高いか、弾。いいやん。高いどこいんのこれ。おっしゃ、パイプ、当たりや。ビッグパイプ、パイプ加えてる。おじゃまあ。ここやっぱコーラ持ってるね。MCX。M62。まあ、こんな感じか。俺、この試合で頭2回撃たれてるからね。バーダーいなさそう。え、死んでんのかな？でも、ナイト生きてて、この辺だよな、絶対に。2匹いるんなら。いや、こんな、バグ、マジで今季ね、いろんなとこにいるっぽいから、マジ大変だぞ。バードアイ行方不明だ。まあいいや。ちょっと、バードアイなしで今回。どっから撃たれた今。そこの岩立ってたら撃たれた。バードアイじゃね？絶対バードアイだ。
あ、わかんないわかんないわかんない。あっち、あっちだ。左？あ、いた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 。うわごめん、バードアイ、あれバードアイやった。いたわ。オッケー、じゃあいいよいいよ、バードアイね。うわ、マジであんなとこ展開してんの？2回目のバーディー。で、カバンの中がカードキーチャンスの確率めっちゃ高いから、とりあえずパーパッともう、クロールが、オッケー、まあね、な、工具だったってことね。オッケー。ありがとうございます。グンズ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 、泣いてるね。オッケー、やった、一匹やった、一匹やった。二匹。な、なんついてきてんの、ずっと。そっち見ときなさい。来るよ、来るよ、来るよ、来るよ。やったやったやった。ナイトちょい。それは？それ味方だよ。スカされてる。来るよ。オッケー、やったやったやった。周りチェック、周りチェック。これ見るよ、見るよ、見るよ。全員やった、全員やった。ちょ、周りチェックね。遠く見といてよ。インテリとか後ろとか見といて。さあ、1回目のビッグパイプ。うん、まあビッグパイプはあんまりね、持ってる時ないからね。いや !1 回目っていうか、あれか。何回目だっけ、これ、俺。206。来てる？ちょ、時間稼いで、時間稼いで。バックから見よう。バック、カードキーのこと多い。うい、ハズレイ。3回目かな？グンズ3回目。うわぁ、通居！今日カスタム2連続でボス脇やん。守ってよ。君ら。君ら守ってくれよ。大丈夫か？さあ、最後投げてみよう。僕、上町ここ挟んの。とりあえず、これ被れない？たまたもらっとくか。一応ナイトからもカードキーの、あれあるんで、報告。ナイト。とりあえず。ナイトだけにナイト何も。オッケー、何もない、ハズレ。グレネタドゥー、大丈夫か？うん。で、なに、そいつ何？そいつ敵？ポテタ先行ってるね。オッケー、やった。これ味方じゃないよね。ああ、よかった。ふぅ。オッケーオッケーオッケー。来るぞ、来るぞ。結構手前いた？この辺？結構手前？うん。誰か走ってみろ。誰か走ってみろ、お前。オッケー、ナイス。その辺？あ、さ、ナイトだね。ここナイトいるってことは結構近いんじゃない？ 4 回目だね。カードキー出る可能性もあるらしいから、ナイトから。はい、カス。ね、オッケーオッケー。さあ、4回目のピッパー。ピッパーちゃん。バードアイどこ？さあ、パイプ持ちやから当たりやな。このパイプちゃん。ピッパー、ピッパー。やっぱ、コーラだ。俺の猛コーラ。グレもらおう。あれは？待て待て。あ、バーダイン殺されてる。ね、バーダイン誰が殺してんのこれ。相打ち？謎じゃね？襲われてないわ。バーダイン中いたんだ。よくよく、中見ていこう。4回目。座る。誰が倒してたんだ。え、俺のグレで飛んだんかな？最初の。奥投げたグレで。ワンチャンあるね。FMJ。あ、5。いや、弱いね。まあ、こんなもんか。あれ？ほら、やっぱいる。いった、コンテナごと抜いてくんのこれ。いった、体。ナイス？まだいる。
奥奥奥奥奥。あ、いた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 。死んだ、横。気をつけて、奥いる。詰めてきて、詰めてきてる。いったいったいった。ナイス。どこおんねん。ナイト、ナイト、ナイト、ラスト。ナイトも死んのんちゃう、これ。奥見といてね、ちょっと。うわー、これカードキーチャンスある。ないー。で、5回目だね。ラサス。これラサスっぽかった。こいつさ、コンテナこと抜いてくんの、えぐいやろ。M80。強いね、弾。あらら、B? ハゴゴ A1。やべ、今回強いバードアイヤー。もう分かったよ。ナイトね、オッケー。うわ、ほら、黒 MDR だ。やっぱ強いサンバカだ。当たりサンバカ引いてる。5回目のナイトちゃん。多分これ弾も強いんじゃないかな。普通に強いぞ、これ。FMJ。弾弱かった。ナイスナイス。こんな近くおったんやね。気づかんかった。MCX は当たり前でしょ。パイプ加えてる。いや、マジで今日、やばいね。5回目これで終わりかな?こいつがカード機持ってる話あんま聞かねえからな。ちょっとグレーもらっちゃって。これでいっか。いる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 軍図いたわ。うわぁ、マジかよ。ヘッショー出られた。ちょっと、誰か画面共有してくれ。てんなんだよ、奥。はい、行こう行こう、レッツゴー。ちょ、俺邪魔やな。全員やったんかな?え、なんで胴体あの一瞬で殺されたんだ、俺。まあ、とりあえずいいや。進むから。これ6回目ね。6回目のビッグパイプたち。ビッグパイプからカードキー報告は聞いたことないから、ないね。オッケー。じゃあ、行こう。あれ、次の。ナイト。うわ、だるい、今。出てきた瞬間やられたわ。座ってるし、かわいい。テディベアみたいな死んでるやん。6だね、6。オッケーオッケー、軍図湧きすぎ。連続で湧いてんやん、ずっと。あー、それ、アイバック。バードアイは?バードアイが一番カードキーチャンスやからな。湧き。なにそれ?ラグ?ラグゼブラさん。あ、ナイスバードアイ、それ、目の前いるやつ。今、異空間おったけど、グレネードが。カードキーチャンス。あ、もうチャンスなくなったね。うん。さあ。でもバードアイはね、10回中、10回検証したら多分カードキー1枚持ってるはずだから。M80、いいね。ハゴゴ A1 じゃない?ハゴゴなんだ。泣いてた?びっくりした。あ、泣いてるわ。どこ?そっちがいる?オッケー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 。誰かグレ投げてくんね、これ。後ろ隠れ、そう、後ろ気をつけて。あ?あ、上か。上にいんの。ナイス、バードアイ降ってきたけど。終わり?いい、すごいな。じゃあバードアイから見ていこう。8回目 ?7 回目 ?7 回目だね。カードキーチャンス、なくなりました。M700 の。びっくりした、今。上から来たんだ。俺、外いるかと思った。気をつけて。プレイヤー、周り。M61! あ、5、5。って感じだね。めっちゃ見ていくね。さあ、7回目の、どこだっけ。二連続ちゃうこれ。ガチで。やばい、湧きすぎ。今日マジで湧きすぎ。M62 だね。ナイトのね、カバン、ポーチか、リブかポーチかわからんけど。あれらしいからね。うわ、惜しい!ここカード機入ってる可能性あるらしいよ。まあ、7回目。スルーだね。いつも通り。
あ、いるわ。バースター開いてる。その裏かな。後ろ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 。やった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 。バードやった。あっぶな。そう、近くいるよ、そこ。インテリ、くっついてるくっついてる、インテリ。お、見よ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 。あぶな。カードキー来い。カードキー。ああ。8回目だね、これ。8回目のブームズ。いや、マジで、2連続、今。キモーい。クライムDRだ。ナイス。ナイト。これないでグレーで飛んでたんかな ?FMJ っぽい。ああ、これやっぱ2マスぐらいないとダメなんだね。ああ、奥側で死んでんだ。オッケー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 。こんな場所いたんだ。これグレーで飛ばしてんじゃないのこれ。パイプはグレー飛んでた。なんか、すごいやり合ってるけど。グレーもらおう。いる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 待って、いたいたいるやんグンズ。え、グンズやない今。いるやん。いや、9回目ね。9回目のナイト行こう。うん、めちゃうち死んでろいやいや。え、カードキーが入ってる可能性もあるらしいんで。見ていきましょう。どこに入ってんだろう入ってるとき。クズやね。その MK さ、どうなん弾は。よいしょ。はい、次。次行こうか。あ、OK、はいはい。9回目の、ビッグパイプ。ビッグパイプからはさ、注射器じゃなくて、報告上がってないから。もうめっちゃ持ってない?え、こんな持ってることある?ビッグパイプ。なんか出るんじゃない?ああ!アクセスカードキーだ!カードキー出たぞ!あ、そうだ。さあ、カバン。おー、カードキーチャンスね。カードキーチャンス。うんうん。M61 か。よっ。なかなか良きじゃん。はい。はい。はい、終わり。いる!いる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 !ぐんず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 。ラスト10回目。ビッグパイプ手前だね。その辺。いったいったいった!あぶな!バードアイ死んだ、バードアイ死んでる。うん、それ誰?味方か。終わり?とりあえずバードアイ見ていくか。ラスト10回目だね。カバンの中から俺は見たい。バードアイは。うまぁ、PRS。いく?まぁ、あ、この武器はいつも通りって感じだね。M82、M85。武器弱め。SR 普通にこれ使いやすいんだな。OK。回復もらおう。いや、カスタムマジ楽だなぁ。さあ、ビッパーちゃん。行きましょう。グレー終わりかなぁ。グレーシェ、グレー。グレグレかぁ。それは、あの M6 に、いつも通りだなぁ。オープンだ!うわぁ、待って、奥にも、奥にもいる。二人以上。行くわ。2以上残ってる。さあ、ナイトちゃん。カードキー、ここに入ってんのかな?入ってるとき。一回も出なかったな
何も。抜いた。ビッグパイプやった。どこだと。これがビッグパイプだけかな。あれあれか。違う。え、ビッグパイプだけ？え、ビッグパイプだけのことある？まあ、一旦グレーもらうか。いるわ。どこ？うわ！えぇー！いやー！距離取ればよかった。距離取ればよかったか今の。ちょっと悪かった今立ち回りが。絶滅危惧種のバンプのチャンネル登録&コメント高評価お願いします。これからも。いやいいや、あさっていこう。タイガマン出た。はい、どうもじゃんしゃい、バンプです。今回はカバン10回検証いきたいと思います。で、カバンとは何ぞやということで、カバンの詳細説明していきます。カバンとはね、このね、ちょっとでかい体したボスになってて、まあ、こんな見た目になってます。はい。で、護衛がね、かなり多いボスで、体力もね、めちゃくちゃ多いボスになってます。はい。SOT のレクソスというね、場所に籠城しているボスになっていて、基本的にグレでどかしながら入っていく。まあ、機銃についてるんで、機銃をね、グレでどかして入って買っていくというボスになってます。護衛の方がね、だいたい最低でも4人いるかな。4人、5人、6人、6人ぐらいいるかな。6人ぐらいいます。スナイパー護衛が1人から、3人ぐらいいるときあります。多いときはね、4人ぐらいいたりします。まあ、上にね、誰もいない時もあったりします。で、下に護衛が、4人います。ネームドの護衛がね、今回から2人追加されましたんで、カバンとネームド護衛2人。黒い格好してる。黒い帽子かぶってる。黒い服装してる護衛。と、あと普通の護衛たちが、まあ、4体いるのかな。まあ、合計下には6体ぐらい護衛がいると思って戦った方がいいです。で、戦ってて思うのは、やっぱ上のね、スナイパー、護衛が結構強いイメージありますんで、上だけ気をつけながら戦ってください。で、タイガワンという、近接武器。まあ、ここでちょっと見せますね。タイガワンという近接武器、これが、カバンから出ます。近接武器にカバンが持ってたり、あとはね、その護衛、ネームドの護衛が、新しく追加されたネームドの護衛2体の近接にもね、このタイガワンという、まあ、400万の、ナイフが入ってることがあるそうです。なんで今回はね、カバンと、プラスアルファ、ちょっと黒いね、新ネームドの、ボスの検証も含めて、見ていきたいなと思います。それではね、ちょっと一回オフラインで紹介しつつ、まあ、どういう風に買っていくかっていう、そのエントリーの方法、ボスの借り方だったり、ちょっと紹介しながら、できたらなと思います。その前に高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。で、コロンタインの受解検証もありますんで、こっちの方ね、ちょっと紐付け諸君で見てない人はぜひともね、コロンタインの10回検証の方を見てみてください。それでは行きましょう。カバン10回検証。レッツゴー。あ、ということで、オフラインにやってまいりました。カバン狩り、ちょっと紹介しちゃいきたいと思います。僕使ってるね、弾が、MP7 の JSP というクソ雑魚弾です。これでね、枯れるかどうかちょっとわかんないけど、まあ、紹介できたらなと思います。カバン狩りはね、こっちのね、タクシーサイド。まあ、こっち側から入るやつと、あと浜反対から入る、地下納屋通りから入る2パターンがあります。基本的にグレは絶対1つは必要です。この入るときにね、機銃に乗ってるんで、それをどかさないと入ることはできないんで、カバン狩りする方は絶対グレを忘れないように気をつけてください。で、この辺からね、グレをポイッと投げます。泣いてる間に詰めます。あんな感じでね、避けていってるんで、この間入っていきます。
ピン。おお。わあ、あれだ。イラヘルの頭みたいなやつだったね。で、これでね、まあ、グレ投げながら、ちょっと制圧するっていうのが簡単っていうか、安全に使われるやり方です。今回、カバンどっちに湧いてんだろうね。こっちとこっち、両方ね、どっちかに湧いてるんですけど。あー、奥からなんか来てるな。わ、あれがね、ネームドンという鳥巻かな。最近新しい鳥巻が増えて、スエムすぎる。あ、上いるな。上マジね。うわー、そっち側いんのか、カバン。上だな。こっち側いてくれると楽なんだけど、向こう側いるっぽいわ。まあ、行ってみるか。で、カバンね、頭の耐久値が、うお、やば。びっくり。え、めっちゃ生きてるね。え、めっちゃバグってんだけど。絶対カバンバグってるやん。オフラインじゃちょっとね、説明しづらいかもしんないですね、これ。いや、おとなしくなった。死んだ。あ、グレで死んでるわ。で、基本的にまあこうやって制圧すると、カバンがね、PKM だったり PKP、まあ、ガンスミスやりたい人はね、25か。やりたい人は PKP 売ってるまで多分周回すると思うんですけど。こんな感じでね、LPS か。7N1 の時とか、弾がね、2500ルーブルぐらいで売れるんで、かなりね、美味しかったりします。でも、タギラがね、タイガワン、あ、タギラじゃないわ。カバンがタイガワンだったり、このね、新しいね、取り巻き、この黒帽子のね、黒ずくめのネームドキャラがいるんですけど、こいつからもね、タイガワンが出たりするんで、しっかりね、見ておきましょう。新ボスだね。で、こいつね、なんか、めちゃくちゃルーブル持ってる時があって、30万ルーブルとか持ってる時があります。ここ持ってないね。で、もう一匹ね、この外で多分倒してるんで。あ、すかぶったな。これが俺。はい。黒い服だからちょっとわかりやすい。こいつもね、タイガワン持ってる可能性があるんで、カバンとこの黒い服のやつを漁るようにしましょう。基本的にこれだったら、これで、カバン狩りは簡単かな。まあ、グレーさえ持っていけば簡単っす。どのブスも。あとはね、オフラインだとちょっとバグってるんで、まあ、それはね、オンラインで買ってるとこ見ていただければなと思います。それでは行きましょう。クリアルならグレーいた方がいいよ。やばい、めっちゃ来た。思ったより来た。なんか怒ってるよ。やばい、倒した、倒した、おっしゃ、ナイス。オッケー、じゃあ見ていくか。本気1回目のカバンの中身。1回目じゃねえかも。え、弱くね？周り気をつけて。お願いします。PKP だね。カバンはそんなにいいってわけじゃねえのか。レクソス。LPS。PKP 当たり。とりあえず当たりと。で、これが取り巻きかな？一人目の。藤襟の。こいつが普通の取り巻きかな？LPS。
DS。 おお、危ない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 、待て、あ、大丈夫、生きてる、普通に行ってんだけど、あ、べべ、ちょっと、もう、全然連携取れてね。全然連携取れてる。これが、あ、これが黒、黒い服の新しいやつか。あー、オッケーオッケーオッケー。俺、これ、こいつがポッケでかいんだよね。一人目の取り巻き。なんていう。こいつからもタイガーワンが出るみたいな。噂もあるもんね。特にないね。弾何入れてんの ?BP なんだ。普通に強いね。あともう一匹の取り巻きを見たいよね。え、これ PMC なの ?60 レベル。えぐ?俺さっき PMC 戦ってたんや。スカブ倒したんかと思ったわ。あ、こいつか。なんか装備はそん強いわけじゃないんだね。取り巻きの。新しい取り巻き。シャープネロ10、害悪。もらっていこう。持ってないね。あ、やばい、それまずいな。大丈夫か、よしよし、俺が確認するか、まずレドックスがあるかどうか。はい、レドックスがある、そういうことね。うん。俺は信じる者、レドックスを拾う男。んで、カバンどこ?お、スカ、おい、セットアップしてるスカブかよ。なんだよ。よく言う。え、カバン、そう、手前にね。ブレイ!やばい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 、ナイス、オッケーオッケーオッケー、見ていこう見ていこう、奥制圧してくれ制圧してくれ、よっしゃ、カバン2回目やね、ふぅ、 BKM 外れだね、外れの方、後ろ気をつけてね、後ろ、あ、なんもね、鍵もね、これクソ、はい、クソカバン LPS、 はい、カス、この鳥巻ちゃんはね、ラボキーとか持ってる時あるから、斜めクリップついてるこれ。もうラッピー。で、あ、これ、取り巻き。新取り巻きね、これ。新取り巻きのポーチ。この人もね、タイガーワン持ってる可能性があるとか、いうやつなんで。よっしゃ。このね、上がね、うまい。UH ちょっとうまいから持って帰って。はい、瓶。オッケー。あともう一匹どこいる?あの、重要の、まあ、このね、カバンと取り巻きをメインで、今回見ていくから。弾も、何なんだろうね。うまい弾。うまい弾。何持ってんだろうね。T4。PP? 7ミリの PP やって、これ倒した人。カバン、どっち?上、こっちね。オッケー。任して。あ、バカ、めっちゃバカ。ごめん。ワンキル出てないけど。オッケー、じゃあカバン行こうか、3回目ね。あざっす、優秀すぎるよ、うちの味方。RPK、RPK のことあんの?あるか。これ100万のキーね。100万のキーとゴルチェ。BS?BS300 発?え、えぐ。95発全部すっしょ、これ。えぐ。こっちのサングラスの方がいいわ。3回目。オッケー、取り巻きは?AKMSN。これ、7ミリだから、また、PP とかかな。うわぁ、ここにおんのか、黒と巻き。基本的にこいつらを今回見ていって、だね。回復とグレだけもらって。いるいるよ、あ、来た。振り巻き2。カバンやった、オッケー。今回が、4回目のカバンか。周り戦ってますけど。4回目のカバン。PKP だね、当たりカバン。でかいのもらった。はずき来い!今回、レクソスと、で、T46M。さあ、取り巻き、1回目。RK1。
一応ここにもね、タイガワン持ってる可能性があるから。オッケー、ね、取り巻き、2体目ね。人取り巻き。タイガワンであれ、ね、SP8 って。でもなんかわかりやすいね。黒い服に、黒い帽子、ラップで。ルルで。プレイ入れ込もうぜ。うわー、でかい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 。やばい。出た出た。お、グレネード。まずい。まずい。あ、玉ない、玉ない、ちょ、玉ない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 、大丈夫。もう大丈夫。俺、玉、玉全然すか。カバングレーで飛んだくさ、もうなんかね、投げたら飛んでた。いるいるいる。上か。ごめんごめん。味方に投げたわ。ああ、飛んでるね、グレーで。じゃあ、見るか。PKP だ。当たりだ。いやー、カバンじゃない方が嬉しかったけどな。コロンちゃんが良かったけど。なあ、カードキーっぽくね。ウェイ。ウェイ。LPS、ハズレイ。さあ、トリマキちゃん。タイガワンじゃない。AKS の余裕。タイガワン持ってることあんのマジ。こんな。こいつらのカードキー持ってんのかな？ダンマスだからね。持ってない、チェン。おっしゃ !DKM だ、外れだ。メガネもらおう。レクソスだね、100万の鍵だ。LPS。まあまあ、こんなもんか。タイガワン持っとけ、マジ。こいつかな黒。こいつっぽいね。なんかめっちゃエレートいいの売ってんじゃん。US さんか。あ、飛んだ。うわぁ、待ってー、めっちゃ右前出てた。いっぱいだ。なんか死んだくね？あ、味方死んだぞ。僕カバン死んでるからカバン見に行くわ。ちょっと見るわよ。さあ、7回目かな、これ。PKP、当たりじゃん。PKP! レクソス。カードキー来い。よっしゃ、もらおう。もらおう。お、PS、名前でも、えぐ。僕はうまい。振り巻き一匹目。タイガワン持ってねえか。え、これスカブちゃう？キャップかぶっとるスカブじゃねえか。違うやん。あ、いたわ。いたわ、ここ。アスバルだ。要は、アスバルもらうか。ああ、ここに、こいつはちゃうか。一匹下で一匹上とかよくある。いや、なるほどね。今回そういうパッ、いいんだね。オッケー、じゃあ、変えるか。すいません、いました。もう一匹いました。ちょ、これ録画しとこうかな。はい、もう一匹いたわ。普通にいたわ。ここに。ねえ、どこが上とかじゃなかった。俺がもう見逃してただけだった。いました。うん。OK、終わり。ここにおったんや。OK。あ、いるやん、カバン！え？カバンいるわ、こっち。え、なんでカバンだけいんの？え、なんでカバンいんの？なんでカバン？まあいいや。やば。あ、死んでた。え、なん、カバンいいんだ。え？まあいい、いや、いいや。あさっていこう。えっと。え、タイガバン出た！
え？答えがワンだよな。俺初めて見たわ。え、我ら B。 いや、気をつけて。あれ？え、ま、ちょ、待とうか。あ、我らの B。 え、ちょっと、タイガーマンだよな、これ。俺、これタイガーマン出てるよ。コランタインね、8回目だっけ、これ。8体目だな、これ。8体目のコランで出たね。俺、初めて見たわ、タイガーマン。あんなあっさり出るんだね。びっくりした、今。なんか、よく見たら、タイガーマンじゃねえと思って、今。おい、カルトあんだけ買っても出んかったのに。こんな普通に出やがって。舐めやがった、ほんま。よし。持ってないと。タイガーマン出たか。さらっと出やがって。もらおう、回復。いるよね、やっぱ。ユスカブって、待って、なぞ、死んだんかと思ってやって。いいの、生きてんじゃん、あいつ。あ、死んだ、オッケー、カマン倒した。おい！おい！まだいるかも。まだアトミックしたやついるよ。どっかいた。アトミックのやついた。オッケー、まあ、とりあえずみんな制圧してくれ。ちょっと行くわ。9回目、9回目。え、アトミックがカバンの？何それ？アトミックがカバンだよ。PKM 外れたね。あ、100万の鍵欲しいな。チェーン。ああ、チェーンやった。うわあ、うまっ。これね、分かったことがあって、7N1 だったら、弾だけで300発あるじゃん。70万ベニジャケさん、100ビッツありがとう。ね、ってことでね、これうまいっす、かなり。持って帰ろう。黒取り巻きだけ見ていきます。さあ、9回目の黒取り巻き。タイガーマンは持ってない。AK102。黒帽子はいつもね、ほどね。グレだけ、ちょっと回収。うわ、アクセスカード入ってる。ポケットの中アクセスカード入ってる。こんなとこにいたんだ。オッケー。じゃあ見ていこう。タイガーマンではない、VPO。上の時もね、あるっぽいから、全然あれだけど。アイファクト、モルヒネ。おー、グレか。どうしよう、どうせ。やべえ、やりきれんかった。左から来てる。あ、やばい、味方撃った。めっちゃされる、めっちゃ、人が多いからめっちゃされる。倒すすぎる。人が多い。上に。あ、カバン死んでんじゃん。オッケー、ま、見ていくか。ラスト。やっと湧いたぜ。5時間かかったな。ラスト1回。PKM。外れだな。レクサス、100万のキーにアスペクト。弾は 7N1 か。T46M。外れ。タイガーマンはなし。カルトとやっぱ同じだね。何持ってるナイフ。いつめっちゃ体型削れてるこれ。に？ちょっと待って。え？28万ルーブル持ってんだけど。ちょっと待って。目を疑った今。え？桁間違ってないよね。もらおう。3万。お、こいつ金持ちだぞ。28万ルーブル。ここに、これが取り巻きか？こいつマジで挙動おかしかったなぁ。さあ、この挙動ちゃん、タイガーワンはなし。38万ルーブル持ってんだけど。ちょ、待って。え？ BP。でも持てない。だって38万持ってるぞ、こいつ。こいつボケたなんか38万入ってる。おー、やばい。おー、取り巻き二人で50万近く持ってんだけど。
そんなことあんだね。はい、ということで、いかがだったでしょうか。我慢10回検証なんですけど、まさかのね、タイガ1が出るという、まあ、タイガ1よりカードキーを出せっていう話なんですけどね。はい、皆さんもカバン狩り行ってみてはいかがでしょうか。まあね、ネームドが今回ね、2体追加されたということで、かなりね、美味しいし、カバンはね、慣れればマジで作業みたいに簡単なので、ボスの、ボスを狩る難易度としては結構低い方なのかなという感じになってます。もしよかったら高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それではまた別の動画で会いましょう。じゃあね。次回はグンズ。絶滅危惧種のバンプーのチャンネル登録&コメント高評価お願いします。これからも。はい、どうもジョンシェバンプです。はい、今回はコランタイン10回検証いきたいと思います。コランタインっていうのはね、新ボスで、SOT のショッピングモールと MVD の2箇所に湧くボスになってて、護衛の方がだいたい2から4体います。まあ、2体の時はもうほんま少ない。けど基本的に4体いると思ってください。結構ね、鈍い、取り巻きボスなので、グレでね、飛ばすことが簡単なのかなと思います。で、まあ見た目としてはまあこんな感じ。まあ出てると思います。バンと出てます。こんな感じなんで、まあ、いろいろと詳細があります。今ね、湧き率としては 26% だったかな。これもね、どんどん上がっていくんですけど、26% です。で、まあ、結構美味しい。中にね、7ミリの BP が300発か持ってたりするんで、まあ、美味しい時は美味しい感じのボスかな。体力の方が1055と言って、まあ、バランス的な体力かな。ボスの中でも平均ぐらいの体力値です。はいよ。そしたらね、今回10回検証いきます。一回オフラインで場所だけね、紹介して、まあ、借り方、簡単な借り方をちょっと紹介できたらなと思います。はい、あと本日2月28日僕の誕生日なんで、ぜひとも、コメントで誕生日おめでとうお願いします。はい、あとね、最近ドネート追加しましたので、ドネートというのはね、手数料がねほぼほぼかからないなんか支援アプリみたいな感じのやつなんで、ぜひともね概要欄貼っておきますので、誕生日おめでとうって言って活動資金にしてくださいということでお願いします。もうそろそろね PC の寿命がありませんので、僕の投稿がいつ消えるのかわかりません。はい。頑張、まあ、できる限り頑張っていけと、いこうと思いますので、はい。あとね、配信とかでもやってますね。ツイッチとかでもね、生配信どうやって撮影してんのかなっていう見たい方は、ぜひともツイッチで来てみてください。それでは、オフラインに行きましょう。レッツゴー。ということで、オフラインにやってまいりました。コランタインって、これ、ここで湧いたらさ、俺、コランタインどこにいんの？こっち湧いてたら死ぬくね？どうでしょう？ショッピングポールの2階に、この辺にいたりするんですけど、泣いた？泣いてないよね。今回はね、こっちなさそう。で、コランタインね、あ、コロンタイン。まあ、コランタイン、コロンタイン2個あるんですけど、言い方。ね、ここの扉が開いてたら、ワンチャンね、こっちの奥の方とか行ってたりするんで気をつけてください。さあ、次ね、MVD の方に今回湧いてるっぽいね。じゃあそっちちょっと行きたいと思います。で、僕らにやってるからちょっと後分けでここに湧いてかもしれないからわかんないけど、ちょっと MVD の方に行きます。よっしゃ、こっちに進めとくか。で、弾がね、僕、純粋っていう弾使ってて今。やりきれるかなって心配なんですけど、めっちゃ安い弾使ってる。まあ、6から目倒してるんですけど、基本的にグレーないときは倒せます。なんで。あ、いるね。中にいたわ、今。めっちゃ近くでいい。グラネーター、でも、うーって言ってるの聞こえる？聞こえる？うーって言ってるの分かる？走り回ってる時にやるっていうのが一番だけど。あー、これめんどいな。あっちから入ろうかな。で、そのために今回ね、グレめっちゃ持ってきたんで、グレで簡単に枯れるよーってことを分からす。みんなに。はい！痛くそう！まあ、ということで、まあ、こっちからちょっと詰めてやろうかなと思います。この辺に、ほら、グレでも死んでるでしょ？で、入って、この辺にね、よく、いたりするんで、しっかり見ましょう。この角とか、ぼったちしてたりする。
で、この奥いるときも、この辺にポイって投げとけば、やれます。何そのスニーク。おいしょー。いやー、JSP 弱。終わったんじゃない？まあこんな感じで。あ、いるわ。いるやん、まだ。なんかね、よく待ってる。アルティン来てんちゃうこれ。頭死なねえんだけど。もう倒せた。足って倒せた。まあ、以上、こんな感じでね、晴れます。なんか、詰まってるから、グレンさえ投げ込めば死にます。ほら、見て、コランタイナで最初のグレンで多分飛んでるよ、ほら。弱ったもん。で、基本的に、カードキー持ってたって話あんま聞かないんだけど、まあ、この警棒がタスク品だから、これはね、レイドマーク持った状態で帰りましょうっていう感じと、うん。まあ、だいたい5レベル、レベル5のアーマーだったり、バイザー付きのヘルメット。あとはね、コロンちゃん、カバンと一緒で、基本的にここ、リグの中にグレネードとかが入ってます。こんな感じで。で、ポケットの中には、このアイファックと、モルヒネがセットで入ってます。今回4体分けだね。基本的4体いるんで。あ、こいつモルヒネだね。アイファックモルヒネだと思う。うん。この構成が多いね、一番。こっちはコランか。まあ、見ていくか。うわ、AK すんな、4U。ここ脇だと弱いね、めちゃくちゃ。コランタイム。BT か。これ、いいかな。まあ、コランタイム全部見ていこう。アスバル。ラストのやつ。グリーンティーで、こいつがラストか。3体目か。ラウンド。なかなかいいんじゃない？シュッ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 がもらおう。気をつけて。ん？待て。スカブじゃない？これ。スカブじゃない？いや。OK、抜いた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 。ナイスナイスナイス。全然スカブじゃなかった。まだ奥いるかもね。左角いるかもしれないから気をつけて。ナイス。オッケー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 。あさっていくね。ナイス。オッケー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 。熱ー。2回目だね。ケースのことあんの？えぐ。25だってシャープネル。大役すぎんか。あっちからプレイヤー気をつけてね。さあ。まあ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 。こいつモルヒネ持ってるから。モルヒネだよね、大体。回復モルヒネだ。TP 多いな、こいつの取り巻き。うわ、ディフェンダーだ。おい、帰るのもだるいぞ。ラウンド。取り巻き3、4、4だね。カバンいる、カバンいる！ごめん、俺の方って奥おるんかと思ったらめっちゃ手間取った。オッケー。さあ、そいつ見ていこう。いいね。やっぱ、1080で配信できんの、これ。マジ、サーバーブーストしてくれた方、ありがとうございます。ディスコードのサーバー、感謝です。さあ、今回はね、弾何入ってんだろう。なかなかいいんじゃない？もうちょっと横か。ここだね。ここは真ん中ね。BP。なるほど。今回、外れやね、これ。この感じ。取り巻きは？取り巻きもちょっと見ていくか。一回。持ってるもんは基本的に一緒やから、あれらぎさんの視点見てるからね。だから持ってんのかな、カードキーとか、ザグスティンとかか。オッケー。多分基本的にグレ入ってるから、カバン取り巻きと一緒だね。カードキー。うわ、アクセスキー出た。おい、ナイスナイスナイス。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。アスバルでしょ？でもカードキー系とは出んかな、ボス以外からは。
まあ多分そこら辺一緒だと思うよ。うわ、いい球入ってんじゃん。え今の声、今の声な、ボスだな。来た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 、オッケー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 、行くぜ。グラナダ、いたいたいた、え、いた、え、いった。エスカレーターからか、俺足打たれた。待って、これできる、これ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 、ボスボス、あぶ、取り巻きそれ、あぶな。カスやな。あ、待って、あれじゃね。あ、やばい。待って。いるわ。いる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 。ボルトアクションで勝てるもん、これ。あ、いるいる、その裏いるわ。それ。あ、俺、頭打たれそう。味方頭打たれそう。うっ、こらんこらん、ナイスー。あぶねえ。オッケー、行こうか。5回目かな、うん、5回目のコランタイン。ケース持ってた。ケース。あぶねえ。まだいるかもしれんけど、ちょっとまあ、なんか気をつけながら見ていこう。これコランタイン5回目。5コロン。やっぱジャムってるわ。やっぱジャムるね。近く突っ込んできたら。雑魚かよ。フラッシュだけもらうわ。で、行こう。これがどっちを知るやつか。タゲを取った人だけ、そうだね。タゲ取ってる人だけジャムる。だいたいこれ BP だもんね。この取りましょう。おぉ、いいやん。レベル5。RK5 だ。中身これ多分一緒っぽいよね。回復、モルヒネだね。アルティンやん。えぐ。うわ、しかも、よくね、アーマー。ナイスナイス。あれじゃん。ボスかよ。ボスがいいの。あ、ボスいる。それ何それ、味方？お、みんな死んでいってる。多分やった。オッケー、湧いてんだ。あ、でもいなさそうだね。まあ、いっか。おぉ、あ、死んだと思った、今。倒した。あぶね、今。ガチで死んだと思った。いたわ、奥。うわ。わお。まあ、見ていこうか。下にめっちゃ、ボスか、これ。な、静かってね。めっちゃ静かに湧いてたね。ということで、今回、6回目かな？コロンフィーバーだった。多分、1回もわかんないけど、6回目のコロン。シャープネル10。うまこれいいよ、これ。これはボスのさ、剣棒を持って行けないよ、これ。絶対いるから。これがあれね。あー、2体。3体。3体取り負けだったね。まあ、3体も珍しいけど。あ、湧いてるわ。おいおい、湧いてるじゃん。2連続、コロンちゃん。右側に投げるよ。どっから泣いてる。あ、でもグレで飛んでね。3体ぐらい飛んでるぞ、グレで。あ、オッケー。じゃあ、奥警戒してもらう。見ますか。7回目だね。7体目。うわ、RPD やってきたじゃん。プレイヤー注意ね、さっき来たから。な、カードキー持ってるなんか感じしねえな。う、PP！ PP300 発マジ ?7 ミリ PP300 発。えぐ、これ誰がグレー飛ばしたんやろ、これ。俺かな。まあいいや、誰か。で帰りな。とりあえず、見るか。あ、いいね。なかなか、これグレーで飛ばした人誰、マジ。めちゃくちゃうめえぞ。
7ミリ BP300 発。サイドも5だもんな。普通にうめえよな。これもらって。フチフです。アスバルだよ、これ。めっちゃうまい。うわ、トリマドールアトレダに入ってるよ。ブジェリのやつ。これ、弾見たいね。これ何なんだ ?SP6。この3体。あと取り巻きどっか1体いるの分かる?最強はね、なんだっけ、パブじゃなかったっけ ?DP か。あ、いるいるいる、プランタイン湧いてる。あ、いるわ。一匹取り巻き抜いた。取り巻き一匹やってる。あ、やばいよ。それそのうち死ぬぞ。ほら。ほら、今、怪しかったもん、今、打ち合い方。あ、下手くそ。みんな、グレ、気をつけて。で、左側に投げたら多分いけると思う。なんだ、あいつは動かねえんだ。怖いぞ。よし。はい、男、お、あ、はい、決めていく。うん。やばいやろ。バカすぎるわ、ボルトアクションで、この、8回目だね。シュシュシュ、8回目。8回目、ケース。ケース。そう、なんかカードキー来い、カードキー。ラオ回復。よし、こんなもん。これ、あの、警棒欲しい人、持ってっていいよ。あの、玉だけ注意ね。ほら、あ、まあまあ、そんないらんか。もらうか、これ。ほら、来てるよ。玉来てるよ。さあ、見ていこう。ほら。3? 取り巻き3っぽいね。あれ、負けたぞ。これで当てれれば。待って、めっちゃいる。これ何やった？待って、ね。あ、いるわ。来るよ、突っ込んでくる、これ。奥、多分ショッピング左。あ、任せるわ。ごめん、アレネギさん。振りで、いないと思ったんだ。あ、PP だ。PP300 発だ、今回。え、ボス扉開けたらボス待ってんの、ここ。え、ちゃんと奥まで。ドラグドフ持ってんだ、珍しい。わかんないや、このドライミーは。こんなに死んだと思った。ガチで、おもろかったわ。え、そんな見ないこともあんの？あ、そっちもいいんだ。奥行く行く。4体だ。いるわ！マジか！オッケー。とりあえず行こうか。ちょっと待って、音量でけえ、俺。あれ？グレネーダトゥー！ガチ？レッツゴー！いや、もう、ショーンさんどうも。うわ、手前っぽいぞ、これ。いる！出てくれ！どこ行った？ちょっと待って。
結構奥めだね。グレイルグレイル。誰か真上に。真上で回復しね。あべ、グレイグレイル、そっちの方飛んでった。ゼブラさん危ねえ。あれ一人見える。あ、待って、いる。後ろ、後ろいるよ。後ろいるよ。ゼブラさん、すごい、真後ろいる。ほら。オッケーオッケーオッケー。多分あの、あ、奥にいるね。奥に一人泣いてるわ。そっちやってる？カバンこれ。カバンじゃないこれ。スカブ？ボスではねえな。とりあえず、ボス倒すか。あー、いる、危ない。ちょ、ちょ、ちょ。足なんない。ファミリーさん、お前。お前、大丈夫かも、そのタイミング。ちょっと、ドスコスコスコドド、めっちゃ死んでる。ドスコスコドスコスコスコ、ラブ注入。ごめん、ちょっと雑。ちょ、今動画撮ってるから、ちょっと待って。これ多分グレー飛んでんちゃう、これ。あ、もうごめんね。あ、これグレー飛んでるわ。最初のグレーで飛んでるかも。オッケー、すごい。10回目のコランタイン、コロンタイン、コランタイン。でもね、あんま RTD の時ないね。ショッピングの階段寄りの方は楽だね。あの時、文字持ってねえな、こいつ。ハズレだ。大ハズレ。頑張って5000ポイント悲しい。もう上がったよ、もう。もう終わりっぽいよ。今日、まずカパンだけだね、今日。はい、ね。え、このさ、俺、あー、まあ、久しぶりみたいやけど。え、これさ、6アーマーじゃん。え、これ、6プレートじゃね？だよね？ね、緑つ、俺なんか見たことあるなって思ったよ、これ。6アーマーだよな。え、これ、待って、存在してたん？待って、緑つ、え、これ存在してたん？俺もう、なんか何年前からか見んくなったんやけど。あったんや、これ。まだ。え、激レアすぎん？シャン取り巻き着てるやつ、マジ？これ全部6だもんね。え、これちょっと記念品で持って帰ろう、これ。これ、これ記念、これ飾っとこう、最初に。もう緑のが俺。え、マジ硬かった。え、だよね。びっくりした、今。ゼブラさんが倒したやつ。いやいやいや。え、これフリマで買える？普通に。じゃあいらん。え、記念品。プレートだけあげるから記念品として。買えるか、ガワ。はい、ということでいかがだったでしょうか。コランタイン10回検証。コランタインなんですけど、場所、脇場所としては、MVD の方に6回、ショッピングモールの方に4回って感じでした。なんか体感 MVD の方に湧いてるイメージかな？そっちの方が多いイメージあります。はい、まあこんな感じ。で、マジで、なんだろう。おとなしい時はおとなしいから、近くに行っても、なんか、気づかなくて死ぬみたいなことがあったりするんで、MVD 湧いてる時も奥までしっかり見ましょう。あとはショッピングモールの時も、グレ投げてもたまに反応しないんで、しっかり奥のドア開けて、ぐるーっと階段回っていくと奥にね、隠れてたりしますんで、このタイム狩ろうかなと思ってる方はね、しっかり見るっていうのを意識すると見つけやすいのかなと思います。ということで、この動画良かったら高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。カバン10回継承の方ももう撮り終わってますんで、その方がね、後ほどまあ上がると思います。それをね、楽しみにしといてください。それではまた別の動画で会いましょう。じゃあね。絶滅危惧種のバンプのチャンネル登録&コメント高評価お願いします。これからも。はい、どうもみなさん、バンプです。今回は東大のズリャーチについてボス検証をしていこうかなと思います。で、ズリャーチに関しては10回検証じゃなくて1回だけの検証になってます。それなんでかっていうと、ズリャーチって持ってるものが全部一緒なんですよ。なんかズリャーチが出たばっかの当初、チーターがはびこりまくってズリャーチは狩られまくったんですよ。それの原因でカードキーも出ないし、持ってるもの弾も全部一緒になりました。
あの、ズレアチがわかんない人は、このライトハウスっていうマップの、今画像を出してきます。こんな感じのボスになってます。はい、ズレアチですね。これはスナイパーのボスで、ライトハウスに 100% 湧きます。で、今、オフラインできたんですけど、オフラインでは湧きません。なんで、練習、ズレアチを借りたいなって方は、もうオンラインでぶっつけ本番しかありません。で、頭の耐久値が150あって、一発でやるなら AXMC のタック X ってやつかな。名前合ってるかわからんけど、まあその肉ダメがめちゃくちゃ高い弾で頭を一発撃つ。それくらいしかありません。まあ今回はちょっと、おすすめ、なんかやり方を説明するっていうよりは、まあこういう風に東大も入れますよというね、知識の一つで思っていただければなと思います。あのね、成功する確率めちゃくちゃ低いです。ズレアチを倒した後にも地雷除去があって、なんか昔、まあ、前期は地雷除去ちょっと簡単だったんですけど、今期から地雷除去が難しくなって、めちゃくちゃシビアです。なんで、ちょっと今回はその、地雷除去も説明できたらなと思うけど、マジおすすめしません。ほぼ死ぬんで。はい、一人じゃ無理だし、まあまあまあ、ちょ、見ていただけたらなと思います。まあ簡単にね、ちょっと説明していきますね。今、オフラインで、僕一人の場合。ですね、真ん中にズレアチがいまして、あそこら辺にいるんですよ、ズレアチが。で、16倍とかこのね、短いスコープじゃ絶対やれないから、もう13倍とかなんか15倍とか、そんぐらいのスコープを使ってやります。基本的になんかここにね、白い布があって、ここにいるか、こっち側にいるかなんですけど、ズレアチ。で、ズレアチを取り巻きっていうのが二人いて、ズレアチを倒して取り巻きを二人やるみたいな。こっちと、この岩と、こっちのね、岩にいるんですけど、取り巻きが。取り巻きから先に倒しちゃうと、もう一回湧いてきます。ズレアチを倒す限り湧いてきます。最大二回まで湧いてくるのかな。ここに、ズレアチの取り巻きいるんですけど、こいつをパンとやっても、湧いてきます。湧き直します。あと、これね、どいつか、取り巻きここと、ズリアーチと、取り巻き、誰かにダメージを与えた時点で、攻撃していきます。このズリアーチか、これが。で、ここの弾に関しては、当たってなくても死にます。これね、ちょっと僕、一回取れたんで、当たってなくても死ぬっていうところが。もう強制死なんですよね。まあ、揃えしてるシーンもね、後から見せたいと思います。まずはね、ズリアーチ買ってるシーンからちょっと見ていただければなと思います。その後にね、地雷除去の、このやり方だったりも説明できたらなと思います。それではやっていきましょう。はい、ということで、やってまいりました。ズレ上がりのコーナーがやってまいりました。さあ、どうしましょう。まず、とりあえずズレアーチの位置を見ましょうか。配置について、XMC が、30。で、サイトね、これが。はい。ゼロインをね、とりあえず250にしますと。で、これサイトがちょっと悪いんで、変えます。購買サイト。入ります。で、ズリアーチがね、今回、めっちゃ見やすくない?今回、天気的に。いなくない?位置悪いかも。いなくない?ここ?あの、ズレちゃいません。とりあえず左側はね、いるね。左はいる。右は?え、左、左か。あ、左もいい。うわ、めっちゃいい。左もいい。右も左もいいわ。髪分け。右も左。左、こう左ね。左。左で、右ね。はい、右、右、はい、右。うわ、これ右、左いいけど、ズレアチがおらんわ。うわ、これどうする?フィネチ、これ。これフィネチ、フィネチがこれ行くしかないやろ、真ん中。帰ろう。まあ、そうね、外したら確定です、だからね。今回ちょっと、胸、ズレアチが見えないんで、一旦これは、農家、農家ね。あ、っていうことで、いました。いました、いました。見えました。ね、さっきあそこから見てたんだけど、こっち移動したら、いるね。おかしい、おかしい、おかしい、おかしい。
あ、ごめん、帰って、帰ってきた。さあ、帰ってきました。あの、ズリアーチが、ここにいるんですよ。ほら、これズリアーチ、これズリアーチです、これ。皆さん、わかりますか？頭がちょんちょんって発音があって、これズリアーチですね。どうですか？観測係。何メートルですか？ちょうど 300?350 だった？オッケーオッケー。350。350ですね。ここから350。あそこ、ほんまか？ほんまか？外したら死ぬぞ、これ。350メートル、観測地点。うわ、怖え。立った状態でやるの怖え。よし、じゃあ準備できたか。もうね、向こう側で、あの、右側抜いてくれる人、左側抜いてくれる人がいますんで、とりあえずね、右係と左係があそこで狙撃すると。俺の時はズリアーチをやりますんで。あ、一人左やる。一回右やる。準備ができたら言ってくれ。もう三人でね、やると簡単なんでね。いいよ。オッケー。左オッケー。左舞台オッケーね。さあ、右側。いや、伏せて撃ちて。外したら強制ですなんで。ふぅ。かかってるよ、みんなポイントがここに。歩幅で見えないの？え、歩幅で見えるかな？あ、見えるわ。ごめん、歩幅で見えるわ。じゃあ、やれますね。どこ行った？あ、いたいたいた。え、怖っ。02350。行くよ。これは、行くぞ。行くぞ、みんな。行きまーす。3、2、1、おー。ファイッ！オッケー！アブーチメントクリア！倒した！成功するか！そっち組み！行けた？やったか？左やった、右やった。オッケー！オッケー！つうことで、これは大成功におるんじゃない？で、ちょっと待ってよ、地雷除去。OK、じゃあ、さざ波を受けながら、画面共有に入ります。画面共有誰？フィネチの、あれね。フィネチの爆破処理から行けます。フィネチの爆破処理から入ります。さあ、よろしくお願いします。さあ、フィネチさんの爆破処理班。これ、爆破すごい上手いんで。はい、こんな感じ。爆破処理がね、ここもうプロなんで。死ぬわけがないんで、安心して見ていきましょう。はい、いいよ。はいはいはい。私はもうこれ、優雅にね、水でも飲みながら、行きます。いや、このために、彼は、練習してきたんですよ。このためにね、自主練を私が課しました。これ前回ね、あったんですよ。二日前に。ズリアーチ狩りをした時は、大沼で、いろいろと事故って、なかなかクリアできないと。いう日々ありました。なんで、この方はね、一人で勉強してきました。ズレアチ狩りを。まあ、今日はこの本番ということで、これで失敗したら練習何の意味があったんだってね、言ってあげたい。ん？俺死ねない。敵来るかもよって言ってるよ。え、待って、後ろ、山組が死んでる。気をつけて。山組死んでる。俺生きてるよ。俺は生きてるからね。後ろ山組がやられたそうです。いいですよ、いいですよ。さあさあさあ、成功してます。はい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 。さあ、ここからくぐっていく。ナミオさんさ、あの、通る位置教えてね。俺行くとき。お前死んだからさ。なんか前同じように撮ったと思うんだけど。さあ、ここからはね、右側を適当に走っていけば OK です。あ、抵抗しました。OK、そこ一回待機で。さあ、私たちも向かいます。さあ、練習の成果がありました。謎波。私たちが次行きますと。さあ、本当にね、何時間をかけて練習してくれた成果がありましたと。じゃあ、ちょっとゼロインがね、やばいから、一回ゼロイン落として。さあ、行きましょう。ナミオさん。いいよ。ついていけばいいね、これ。はいはい。はいはい。はいはい。怖すぎる。え、ここで、遠赤に行ったらいけないってこと？
え？怖い、怖い。なるほどね。もう意味がわからんって、俺。毎回。はい、ってことでね、僕が死んだんで、ちょっとね、後から映像をもらって、僕は今副音声で声を入れています。まあ、こんな感じで入った後に、ズラチマっての道をね、ちょっと紹介できたらなと思います。あとはレア脇のとこもね、全部後から紹介します。で、あれなんか僕死んだ理由は、縁石から降りたから死んだらしい。縁石から降りちゃいけなかったらしいですね。で、まぁ、こんな感じでまっすぐ上がってって、山の上にズリアッチがいるという感じです。で、途中から僕の声が入りますんで、リアルで撮ってる時の。今だけちょっと後撮りで。ズリアッチのとこまではこの後撮りで声が入ってます。で、この上上がっていくと、ここにズリアッチがいます。ここから、リアルの音声に。はい、こんな感じでズリアッチはここに死んでますと。で、ズリアッチは確定で同じものを持ってます。はい、こんな感じでバラクラバと、頭とあれと、ドラグノフ。と60連マガジン。ね、中は全部ね、BS 弾が入ってるんで、かなり美味しい。はい、BS が入ってますね。で、中はこっちだな、60連 T。ドラグノンス。これね、BS だから、いいね。はい、まあ中身、同じだね。回復2つと、で、取り巻きのね、中身見ていきましょう。ほんと、うまいんだけどね。ここちょっと見せてあげたかったな、全部。脇位置とかもあるからさ、見せたかったんだけど、縁石から降りちゃいけないって右側じゃないんだ。で、頭のスカルかぶってるね。で、この子たちは、なんかバラバラの時あるね。なんか結構、ちょっと、SNB、うま。いや、あっちがね、あと。で、ここもね、貴重品脇だったり、いろいろあるんですよ。美味しい場所があるんですよ。もうそれはね、もう別で。知りたい人がいればね、撮りたいと思います。もう一体右、その裏の、マークドキーがあるじゃん。その建物の裏。そうそうそう、今見てるとこ。そこに、もう一匹。いやー、やっぱみんなちょっと画質落ちるからな、これ画面共有すると。だから、めっちゃ綺麗な画質でね、みんなには見せてあげたかったけど。ちょっと。いいよ。さあ、そこのね、とこ。これは左側にね。いや、右側か。右側の取り巻きと。はい。SV と AKS の60連。玉割っていいだ。同じだね。うん。基本的に取り巻きの場合は、なんかランダムなんだよね。この SV だったり、ドラグノフだったり。いろいろランダムです。貴重品脇全部ね、紹介したかったけど、まあ、東大を不法侵入で来る人はいないと。いうことなんで、もう紹介しません。はい、紹介しません。ないよ、そこね。そこにもあると。マークドだけ見るか。はい、ここにマークドがあるから、マークドだけ見よう。もうね、東大普通に入れる人は、もう脇場所とか全部ね、座学とか終わってる人が多いから。ここね、多分みんな来たことないんじゃない？今期始めた人とかはね。新しい、共同寝室のマークドキーって言われてる。貴重品しか湧かないところだね、ここは。まあ、東大行きたい人は、PS、なんだっけ ?DP か。なんか。なんかでちゃんと行きましょう。DSPT でしたな。DSPT っていう、なんか東大タスクをこなして、入りましょう。はい。トイレなんか何か湧くんですか？ビットコインとか湧くね。うん、ここが二つだけしかない。まあ、こんな感じ。普通美味しいからね、東大は。他にもね。レアウェイとか。さあ、あとはね、ちょっと帰ってもらおうか。まあ、これ、帰る動画とかもあるから、いっか。あさるからって言ってるよ、ちゃんと。あさるらしいよ。まあ、ここにもあるって言っても。
いやー、ほんとに。大変だよ。ビットコインもあったもんね。ここにね、ビットコインあったね。棚の上に。で、ここのね、会議室の鍵が美味しいんだよ。ギターピック。しかないね。うん、軍用機とかあんのよ。ほら、VPX。これみんな欲しい人がいるんじゃない ?VPX とか。美味しいのよ。灯台がうまーい。でもこんな風に入ってくるやつおらんもんな。いや今期さ難しいよマジで。今日から先パンプって呼ぶね。いやもうそこの遠赤がいつもよく分かってなかったわ。遠赤から降りたらって左も降りちゃいけないんだね。そういうことか。俺右だけなんかと思った。右と左ダメなんだ。縁石状の上に乗っとかないと死ぬんだ。まあ、こんな感じでね。いけます。シュガーね、今高いから10万ぐらいです。今期から地雷の位置変えられてるからマジ大変なんだよ。まあね、入り方としては多分動画でフィニッチにデータもらったから。運用枠がある。めっちゃね。うおー、イゴール2発。なんかを感じ取ったん ?4 発か。何かを感じ取ったんやろな、多分今。いい球か。ひまき、はい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 、L1、 はい、トリマドール、トリマドール最近高いもん。変わって覚え直しですか。そうだね、昔買ったやつと違うからね。うえー、そんなとこにも貴重品置きやんな。シャープネルか。床と机のように軍用貴重品。ビットコイン。まあ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 、まあ、こんなもんでしょ。あとはもう上のこいつを拾って帰るみたいなね。まあ僕もね、ズリアッチのあれ、終わったね、タスクが。完了しましたね。SMB なの、一体、すごいね、これ。よっ。えぐー、いいね。ブリアーチね。うん。東大渡りだよ。これが。不法侵入だよ。お邪魔。はい、お邪魔。皆さんどうも。これ、不法侵入。今殺したと思ったやつを。BS、スリアチャ確定。え、それさ、灯台の中入れないの?ライトキーパー会えないの?
不法侵入したら入る会えん、会えないすぐに。え、ダメなんだ。昔さ、ここら辺地雷まみれだったの思い出したわ。灯台の中どうやって流行るんだよ、みたいな。話したな。ライトキーパー、あ、ダメなんだ。光ってないんだ。アクセスできません。ツリアが死んだ瞬間、面会ってことまあ、不法侵入もできますと。多分、これ以外にもね、強制的に殺されるやつもちょっと動画出すと思うんだよね。おまけで。それも後から見て。そう、これね、倒せなかった場合、強制的に死ぬんですよね。発砲した時点で、ホーミング弾みたいな感じで、弾が外れても死ぬ判定になるんですよ。ツリアッチって。ガチ強い。ズリアちゃん2発ぐらい発砲した瞬間、プレイヤー即死だから。システムに殺せ。喜んでズリアちゃん倒して。で、あとは、帰るだけ。帰るときも遠赤もダメなんだもんね。まあ、これに関しては画質のいいので、多分動画出してると思うから、これ。編集でなんとかしようと。枯れたら作るよりめっちゃ早そう。そう。だから地雷除去がちょっとめんどくなったかな。漁ってるのも動画ファイル送るね。あ、全部。漁ってるのも送れるんだ。まあ、これ今全部録画してるから全然いいんだけど。これ使おうから。画質悪いのを YouTube に使おうから。このまま上げるから。あ、その遠赤から降りたらもうダメなんだ。そもそも。まず、そんな離れてるのに死んだん。俺のサニターバッグ。XMC 持って帰った方がいいんじゃない？でもヘルメットとか捨てて。上に入れて。それ、あれだよ、多分。ヒネチ、それ俺のだから、あれだよ、多分、物が違うと思う。それ、俺、それって。ナミオさんのが最初拾った方でしょ？あ、渡すときに保険かかってんの。危ない、今。上撃ってきた。まあまあまあ、大丈夫でしょう。うわ、いるーいるー。あ、強制ですだ。来た。これ強制です。これ、ちゃんと処理しないと、強制です、これ。これが強制です。弾が外れても絶対に死ぬと言われてる、強制です。絶滅危惧種のバンプのチャンネル登録&コメント高評価お願いします。これからも。